どうも、皆さんありがとうございます。これは一応、意識ラジオっていうフレームワークの中でやるんで、後に YouTube で公開されると思って、発言してください。後でまたなんか、発言内容とかで、ちょっと気に食わないなということがあったら、言ってもらえればすぐに削除できますので、その部分を。そういう感じでいていただきたいと。で、そういう意味で言うと、オーディエンスとしては、学会とかで考えるような感じの堅苦しいことはあんまり考えないでいただくのが一番本当は良くて、で、特にこの学術変革っていうのもインターディシプリナリーな分野間の統合を目指すっていうのもあるので、できればあんまり、アスームドノレッジは低い感じで、例えばクオリアって一体何なのかってところから始めたいと思うぐらいな感じです。で、今日は色クオリアシンポジウムのフォローアップの議論をしたいんですけど、前回というか1年前ぐらいに1回大泉君と僕と笹井君で神経大会でインテグレーテッドインフォメーションセオリー統合情報理論のシンポジウムやった後に、それ英語だったんですけど、日本語で後で下條さんとフォローアップ議論っていうのをやって、そしたらなんかそれめちゃくちゃ人気が出て、すごい閲覧者が多かったんですよ。多分本番よりも多かったんじゃないかっていう。で、結構なんか最近ちょこちょこその YouTube で僕上げてるんですけど、こういう感じの動画。そうするとなんかね、面白いことにコーヒー屋さんとかからなんかファンで素人にも分かりやすくクオリアの議論とかしていただいて、いつも楽しみにしてますとか言って来てくれるんで、そのうちなんかコーヒーとかおごってくれそうな勢いもあるから、こういう感じのことをやっていきたいなと思ってます。で、そういう感じでやると。で、今日は質問戦はシンポジウムのスピーカーだった今井さんと、あと、なんだ、パネリストとして招待した下條さんなんですけど、いっぱい言いたいことがたまりまくってるらしいので、どうぞいっぱい言ってください。あと、西田さんは参加者の中で質問もしていただいたし、あと、色とか動きとかそういうのも専門家なんで、いろいろ話を聞きたいなと。あと、僕、土屋と山田さんと大泉さんと森口さんがクオリア構造のメンバーで、いろいろ今回の話を聞きたいなっていう感じで来てます。で、始める、あ、今日話す内容とか、4つぐらいにまとめたんですけど、まず最初に多分、下地さんにも言われたんですけど、クオリア構造でいうところのクオリアっていうのは一体何のことなのかっていうのを、特に今井さんと共有したいなと思ってるんですけど、そんなに堅苦しく考えなくていいと思ってて、我々の使う定義としてのクオリアっていうのは、意識的に感じられる知覚体験のことの、一部分だと思っていただいて結構です。で、哲学者の中には、言語報告できない部分の主観的な経験のことをクオリアと呼ぶとかって言ってる人もいるんですけど、デネットとか、あとなんかその弟子の編とか、僕はそれは全然意味がない定義だと思ってるんで、言語報告できようができまいが、主観的に見えるものっていうものの、見えるもの、聞こえるもの、嗅げるものとか、そういうもの全部がクオリアで、ただ微妙なのが、なんか例えば、頭で考えてることとかは、これはっきり言ってそんなに経験できてるのかってちょっと微妙じゃないですか。そういうのはもしかしたら無意識に起こってるものが最終的に、内言語になって、内言語のところが意識に上ってるのかもしれない。その場合は思考の内容はクオリアではないとみなすかもしれないし、あと概念とかで言っても、例えば言語の言葉で赤からそあの連想されるものっていうものが、連想されているっていうこと自体はもしかしたらニューロンのレベルで起きてるかもしれないけど、例えば赤い、なんかリンゴ見たからって突然夕焼けが勝手に意識に上ってきてるわけじゃないから、そこは赤のクオリアではないっていうふうに考えるということです。で、そんな程度でいいですかね、クオリアっていうのは。はい。一つ、ちょっと質問させていただいていいですか？どうぞどうぞ。聞こえますか？はい、聞こえ大て丈ま夫す。ですか？はい。あの時のスライドに、含めてお話しできなかった、ワーフィアンエフェクトの実験があってですね。はで、それは、じゃあちょっと画面共有させていただいていいですか？早いですい。か？これですかね。ちょっと今井さん、すみません。ちょっと一つだけ、
今井さん、そこの話に入る前に今井さんに聞きたいんだけど、今の土屋さんの話を受けて、はい、でコーヒーショップとか YouTube とかいう話で、はい、あのエンカレッジされてるんだけど、はい、その今井さんがそもそもクオリアの問題自体がよく理解把握できてませんっておっしゃったでしょ、メールかなんかで、はいはい、でそれで思い出したのは、あの MIT のネットブロックがね、クオリア問題は理解できる人種とできない人種がいて、うん、それでできない人種は遺伝的に違うのかもしれないとかいうバカなことをあの論文にまで知ってるんですよ確か。で、ネットブロックは哲学者だから授業を教えてて、そういうことを思ったらしいんだけど、でも相当それはバカな話だと思うんだけど、私自身の経験としても、はい、クオリアの問題が重大な問題として感じられる人とそうじゃない人は確かにいるんですよ、はい、でそれはクオリアの問題が存在しないと思っちゃう遺伝的病院があるとは私は思わないけども、うん、クオリアの問題ってのは存在しない問題だと思ってる、問題として意味がわからない、それに興味を持つ人の興味がわからないって人がいっぱいいるわけね、はい、で今井さんはそれなのか、そうじゃなくて今はよく分かったのか、そこが聞きたい。まずそのスライドに入る。いや、あのねなんかクオリアに興味がないっていうより、まあ、クオリアの言葉、クオリアっていう言葉は、まあ、聞きかじってはいたわけですよね。でも、まあ、私の、まあ、その論文を読むその範囲では、まあ、そういう言葉を使う人はいなくて、で結局なんかどういうものなのかよく定義されていない感じがしてよくわからないっていう、まあ知りたい、だから興味がないってことはないです、あの知りたい、知りたいと研究者として学問的にちゃんとあの定義されてアプローチできる問題なのかどうなのかが疑わしいってことですよね。いや、疑わしいところまで、疑うところまで知識がないっていうのが あの正直なところで、だからその信念としてっていうんじゃなくて、いまいちだからその今のお話を聞いてふんふんとは思うんだけど、そのじゃあ意識に上らない、まあ、だからちょっとそのさっきのね、あのウォーフィアインフェクトの緑とあの青のところのお話を 聞きたかったんですよ、ね、青と緑に関しては私もいろいろ言いたいことあるんだけど、ちょっとその前にね、土屋君たちに言いたいんだけど、はい、ここら辺を あのつまりコーヒーショップでこの後 YouTube 聞いてる人たちにも言いたいんだけど、あのアフォーダンスの次はあのマーケティングの流行語はクオリアらしいから関係あるらしいから聞いとこうっていうレベルの人が多いわけね。それは馬鹿げた関心じゃないんですよ、非常に重要な関心なの。そしてクオリアに関して問題意識がわからないっていう人に簡単に言えばね、私が見ている信号の赤さと例えば今井先生が見ている信号の赤さは同じなのか違うなのかどうなんだろうねということを疑問に思った人は多いと思うんですよ、子供の頃に。でそれ忘れられずに間違ってあの研究者になっちゃった土屋くんとか大泉くんみたいなかわいそうな人もいるんだけど、かわいそうじゃないですよ、そこがおかしいんですよ。そうそう、かわいそうじゃないってところが説得できればこの意識ラジオはうまくいったってわけなんだよね、はい、あのちょっと前にちょっと前に何年か前だけど、すごいあのこう私にまで聞こえてきた面白い現象があって、ドレスの、あのドレス、島のドレスで白金、それあのスライド用意してます僕、赤をあれなんかもそのあれはクオリアの問題だとは思うんですけど、思いますですよね、きっとクオリアの問題だと。でもあれって言っても聞いてる人なんだか分かんないんで、もうちょっと言わなきゃいけないんですけど、はい、あの同じあのツートンカラーのドレスの YouTube である会社がそれを販売していて、人によってはそれが金色と白のストライプに見える、私にはそう見えるんですけどね。で半分ぐらいの人はそれがブルーと黒の、色に見えると、それで、ラベルの付け間違いじゃないかっていうんでいろいろ炎上して大騒ぎになって、数年前に学会に行くとそれの研究が複数発表されて、大変な騒ぎだったという話です。はい、はい、でこのままあの下尾さんと今井さんにあの野放しにしとくと多分我々何も喋れなくなっちゃうんで、ちょっと一回あのちょっと喋りますね。あのクオリアの問題で僕ら あの学術変革で分かりたいことは、最終的にはなんで脳内の活動とその感じるものとの間に関係性があるのか、どういう関係性があるのか、なんでそういうものが出てくるかっていうところが一番のコアな疑問なんですよ。で、そういう観点からすると結構ウォーフィアンエフェクトとか、あとカラーカテゴリーのディベロップメントの話とか、まあ、今井さんがすごい送ってくれたスライドのレファレンスバーってダウンロードしてさらっとタイトルとかフィギュアとか見た感じなんですけど、はあまりそこにはやっぱりあの話がいかないんですよ。やっぱりなんでかっていうと、やっぱそこが一番圧倒的に難しいし意味がよくわからないからと思うんですよね。で
我々の簡単な話の説明で言うと、あのどうして赤が赤らしく見えるのかっていうことを突き詰めて考えていっても、哲学者が今までずっとスタックしたみたいにもうあのどうしようもないと、で脳だけ見てても意味がないと、でそういう意味で我々はそのどういうふうにしたらその赤が赤らしく見えるっていう関係性が生じてくるのかっていうふうにアプローチをシフトしましょうっていうことを言ってるのが今回の学術構造の提案なんですね。でそれをやるとなんで嬉しいかっていうと、脳活動の関係性とそれを抽出するあの情報構造の関係性とフェノメノロジーの関係性っていう今まで誰も考えてこなかった関係性ってものを軸として議論をできるから、もしかしたらそこにアタックできるんじゃないのってことで、多分審査員の誰かが、ああこいつらちょっと面白いそうなこと言ってるかもと思って、それしたらクオリアの謎が解けるかもしれないし、僕が見てる赤と下田さんが見てる赤っていうものがどれだけ同じかっていうのを定量化する可能性が出るなっていう話に持ってきたいんですよ、ね。あのすいません、その赤っていうふうに言葉使ってられますけど、はい、その我々が思う、我々って日本語話者とか英語話者とかがその思う赤に相当するそのいわゆるカテゴリーを持たない言語の人っていうか、まあ、文化の人は世界に半分以上いるわけですよね。でだからその時にそれはその今は、まあ、土屋さんは赤っていう言葉を使われてるけど、それはまあ例えばマンセルで終わらした時に、このマンセルのチップを見た時にどうかっていうお話なんですか、赤ではなくて。本当にただ単にシンプルに、まあ、でここら辺多分あの、まあ、西田さんとか下野さんとかも多分いっぱいいろいろあのご存知だろうから聞きたい話なんですけど、うん、結構だからそのどこまでコグニションがパーセプションに影響するかっていうのの意味での、この場合のパーセプションってクオリアの意味ですね。完全主観的に見えてるこの赤の感じ、僕にとっての言語化する前、それは 今ここで、今ここで目の前で見ているこの色の感じ で、その色っていうのは、例えばその同じ色でも同じっていうか同じ、まあ、その同じ物体でもその照明が変われば変われますよね、色の見方は。だから 見方っていう時 その主観的に見える見方が変わるんだったらさ、クオリアが違うんですよ。うん、だからなんか自然光で見るときと蛍光灯の下で見るその見るとき同じ服でも違うじゃないですか。でもね、そこがねすごい微妙なところで、で多分ここからがあのクオリアと記憶とかクオリアを測るためのそのやり方っていうのに依存して答えがこうでいろいろ出てきちゃうっていうところがすごい問題としてあって、で僕が今回特にあの今井さんとかあの言語の人とかをこのクオリアシンポジウムに入れたかったっていうことの一つには、その測り方とか例えばアテンションとか期待とか記憶とかっていうものがどんだけ色のクオリアを変える可能性があるのかとか、変えるとしてもどれぐらいのレベルで変える可能性があるのかってことを聞きたいわけですよ。であんまり細かいところまでいくとあの専門的な話になっちゃうんですけど、例えば赤のことを今日から白って呼びましょうってみんなで決めたとして、赤の見え方が変わるのかっていう話をしたいんですよ、本当は根本的には。僕はそれはないと思ってます。でもそれ見え方っていうその言葉の定義にもよると思うんですね。いやあのだからそれは測り方だと思うんですよ。測り方、そうそうそう、測り方で、でそのあのウォフィアン その論文って、あの研究って結局そのすごく同じだっていう人と違うっていう人が、まあ、ずっとせめぎ合っていて、でそれはすごくその測り方を流度をとっても細かくすると、まあ、なんかしか出てくるんですよね。だから今井さんすいませんけども、ウォフィアンって言っても一般人にはわからないから、まあ、日本の教科書ではサピア・ウォフ仮説って言ってると思うんだけど、そこちょっと一言説明入れた方がいいと思います。サピア・ウォフ仮説、はい、サピア・ウォフ仮説っていうのはあの、まあ、あの一般的には言語決定論っていうふうにあの訳されている場合があります。で、まあ、あと言語相対論というふうな訳もあります。でそれなんか言語決定論と相対論ってかなりあの意味合いが違っていて、でそれ訳する人の多分立場にもよるんだけど、で結局その
まあ、ウォーフはあの社会言語学者であって、あんまり、まあ、その厳密な科学者ではなかったわけですよね。で、まあ、すごくこうアメリカの珍しい言語の研究をしていて、で、まあ、そういう体験を、まあ、どっちかというとエッセイ風に綴ったっていう方がいいのかもしれないです。で、まあ、その中で、まあ、あの結局私たちの習慣的な思考っていうのは言語によってあの決定されるんだっていうようなことを言っていて、まあ、それをその後に続く人たちがさまざまに解釈して、で、まあ、その言語がどれだけその思考をあのに影響を与えるかっていう問題に大きく発展していったということなんですね。はい、でもあの多分クオリアのコンテクストでめちゃくちゃもう大雑把に言うと、うん、言語がクオリアを決めてんのか、先にクオリアがあってそれに対してクオリアをマッピングしてんのかっていうのがまず2つあって、うん、あともう一個が言語のやつを変えたら、もしくは他の分いろんな文化によってクオリア自体が変わるのかっていう、多分その3点が今回あの話したかったことなんですよ。はい、あのでまあ、それは多分その自然なあのロジックというかなんですけど、やっぱりその言語と思考 の、 そのウォーフィアン仮説 の、 あ の、 その、まあ、エンピリカルな研究をずっとやっていると、それがそんなに簡単にどっちが正しいとかどっちが先あのどっちがっていう問題にならないっていうんですかね、まあ、だからその私この間もちょっとだけお話しして、まあ、時間なかったんですけど、色近くのその習得っていうのもまさに今土屋さんがおっしゃっていた2つの可能性、最初の2つの可能性ですね。で最初にもうすでにセグメントされた、ま、あのカテゴリーっていうのが言語に関わらず、そのネイティブな言語に関わらずあって、でそれにラベルを貼り付けるだけなんだっていうようなポジションが、まあ、かなり強いポジションあの支持されていたわけです。 でもあのやっぱりそうじゃないっていうデータもすごくたくさん出てきているわけなんですよね、うん、でじゃあだけどじゃあ そうじゃなかったら全くそのそういうねその制約なしに、例えばインプットのフリクエンシーみたいなものだけでその学習の容易さが決まってしまうのかと、子どもので、そうするとそうでもないんですよね。やっぱりこう割と言語普遍的にマッピングされやすいその色っていうのはあると。でただし残念ながらそういう研究ってほとんどあの今までのところだとあの、まあ、いわゆる最低10色ぐらいは色カテゴリーがある言語ですね、言語 の、 あの子どもたちでやっているので、まあなんかあの本当にドラスティックにあのなんかね5色しかないっていうようなラベルが5色かの5つしかないみたいな、そういう言語からのデータ今んとこないんですね。なのでちょっとその辺が本当にわからない。でだから私たちが今さっき土屋さんが赤は赤って言ってたけど、赤っていう、まあ、いわゆる言語的な概念が全くない言語たくさんあるし、でその中であの私たちは、まあ、なんか英語がベーシックから11色っていうふうに言われていて、で日本語はもうちょっと多い感じで、なんか例えば水色とか黄緑とかっていうのはコンシスタントに皆さんあの大人の人はね区別するので、まあなんか多分14色ぐらいあるんじゃないかなっていう、まあそのデータ取ってみるとそういう感じがするんですけれど、あのでもあのそのタイポロジーっていうのはそのさまざまな世界の、まあ、何千もの言語をサンプリングできるわけじゃないんだけど、さまざまな地域 の、 あの言語を、100以上サンプリングして、まあ、その言語で色の言葉がいくつあるのかっていうような、そのサンプリングをするときに多分最頻値は5つとか6つとかなんですよ。
だからその日本語とか英語とかがその分節する色カテゴリーって全然普遍的な色カテゴリー、まあ言語的にはね、言語的には普遍的ではなくて、むしろ日本語とか英語はどっちかっていうと、もう本当にそのディストリビューションでいくとすごい外れ値に近いところにあると。なるほど、大体分かったと思うんですけど、はい、それでもうちょいちょっとあのクオリアの方向性にちょっと話を戻したいから、ちょっとすいません、あのはい、下野さんどうぞか、え、西田さんどうぞ。あ、すいません、あのいや、はい、1点だけ質問したいんですけど、はい、あの色のは何次元なんですか、皆さんにとって。そのどれぐらい複雑なリプレゼンテーションだと思ってるかで話が変わってくると思っていて、その色っていうとどうしてもあのカラースペースの中の、まあ、2次元なり3次元スペースの中の1点だと思っているのか、さっきあの色の恒常性みたいに照明が変われたのも赤は赤の物体だと思ってますという話もあったりとか、はい、その色の表現自体が非常にリッチで複雑な構造だって認めてしまえば別に議論は何にも矛盾してなくて、もともと言語で影響せられる部分もあればそのローレベルそういう複雑な、そのさっきあの土屋さんが見せたリプレゼンテーショナルシミュラリティみたいな話があるわけですけど、結局非常に複雑な、の構造の中でこれとこれの関係性がどういう関係にあるかというのは記述できるけれども、そこに背後が例えば10次元ぐらいの色を考えていれば別にこっちだって言わなくて、だから2次元だと思うから色が決まる、あの視覚で決まるか言語で決まるかみたいな議論になってるわけですけど、もともと初めから10次元だと思っちゃえば全然クオリ側は10次元だと思っちゃえばいいんですけど、でもあれでしょ、ってそのクオリアはもっと少ないんです。何次元ぐらいの色次元なんですか。何次元でもクオリアはクオリアでしょ。はい、何次元でもクオリアはクオリアでしょ。はい、だからクオリア論者から見れば2次元でもクオリアだし十何次元でもクオリアだと。でそれが今井さん あのコメントに対する答えになりうる可能性があって、コンテクストディペンデントなのは当たり前ですと。でそれもどれもこれも主観的経験なんだからクオリアですと。その時に土屋が提起した問題が一つ残って、それは定時のセンソリーのレベルでは変わってなくて、工事の、コグニティブなレベル、ないしはリングリスティックなレベルで修飾されてるだけなのか、その根元のクオリア自体が変わってるのかという問題は残ってると思います。はい、で私の方からちょっと、すみません、もう一つだけ今井さんに聞きたいことなんだけど、はい、越冬鉄尾1歳齢後半からの話ですよね、今までのお話は。2歳、せいぜい1歳齢後輩から2歳、つまり言語獲得の話ですよね。だけど、1970年代からインファントサイコフィジックスでは、例えばダビダ・テラの70年代、80年代のハビチュエーション・デスハビチュエーションという、ちょっとこれ聞いてる人分かんないかもしれないけど、あの行動的な方法で2歳、あの2ヶ月、1ヶ月、はい、2ヶ月、3ヶ月の赤ん坊の色の識別能力を測るということができて、そういう研究があって、その結果を一言でまとめると、色カテゴリー あの三原色のような根本的な色カテゴリーの識別はもう1ヶ月ぐらいからできてると。ただしブルーだけがブルーコーン あの発育が遅いんで少し後になるんですけど、3ヶ月になったらもう確実に色カテゴリーができてると。それはどういう意味かっていうと、普通の多くの自然言語における色カテゴリーの境目では識別力が高いと、つまり違いにセンシティブであると、数ナノメーターの違いでも赤ん坊が反応することがあると。ところが色カテゴリーのど真ん中、例えば赤とか青とかですね、これあの今井さんも多分あの前回のトークで言われてたと思うけど、そこではあのインセンシティブになって識別に対して反応しないと。これあの赤ん坊のハビチュエーションデサビチュエーションで行動的に測るわけですけど、でこれもう 2,3 ヶ月からあって、しかもそんなにいろんな人種で調べたわけじゃないけど、言語獲得以前の話だからあんまり遺伝子に関わらないということが分かってるわけね。でこういう知見自体は認められるんですよね、一応確認ですけど。それ、はいはい、あのそうですよ。あのだからやっぱり生まれた時は同じようなセンシティビティで、まあ、遺伝がどのくらい影響するのかっていうのはちょっとわからないです。まあ、例えばそのアフリカの太陽の光でもう何世代も過ごしてきた人種の人と、あの北欧みたいなね、非常に光が薄いところで生まれてきた、あの何世代も過ごしてきた人たちの、その、まあ、それが遺伝的に全然こう影響がないかっていうところは私は分からないですけれど、基本的にはあの生まれた時は同じだと。で、あの私も自分のプレゼンテーションでも色習得の問題っていうのは、だからそのそういうカテゴリカ、まあその色の
その非言語の識別っていうのが、まあ、あるカテゴリーの弁別ですよね。カテゴリーの弁別は、まあ、その習得のずっと前からしているっていうエビデンスはあるんだと、まあ、それはあの自分でもちゃんと認めて言っているので、なんでそれを聞くかっていうとね、チャンギジとの間のやり取りで、はい、チャンギジはそれはもう哺乳類にも共通していて、もう遺伝的に決まってる識別だと言って、はい、今井さんは獲得が困難だからそんなことは経験によるんじゃないかと言われて、そこに食い違いがあったんだけど、はい、チャンギジは私が考えてるのはその 2,3 ヶ月でももう非常にベーシックな色の識別はすでにあって、言語以前にね、はい、しかもそれは言語獲得と関係なく遺伝的でもあんまり関係なく、大抵の人類はそうで、まあ、失格以上は別ですけども、それでもちろん例えば遺伝的研究を見ると赤のエルコーンのサブタイプっていうのは分かってるんですよ。遺伝的バリエーションあるんですね。そしてピーク のセンシティビティのナノメーターも数ナノメーターオーダーで違うわけ、そのサブタイプごとに。だから先ほど の私の問いに戻ると、私が見てる赤とあなたの見てる赤は同じですかって話は、その今の遺伝的知見を参考にするといやもちろん違いますというのは正解なんですけども、まあ、それはそれとしてその範囲の違いに過ぎないわけね。でしかもですね、さっきオーガナイザーの段取りが悪くて私のスライドを見せてくれないんで、しょうがないから口で言いますけども、翔太さんが俺に送ってこないからですよ。動物でも送ってもらいました、シェアします。今いい動物でも色の識別ができるっていう知見は山のようにあって、それでクオリアということに直結して言うと、動物で視覚刺激が見えたか見えないかという判断をやらせると、それと識別ということをやらせると、その2つが完全に分かれて、人間で皮質もブラインドサイトっていう大脳皮質に損傷のある患者で、見えたか見えないかを言わせると見えないと言い張ると、だけどそれに対する行動を求めるとなんか不思議なことに指差したりできるっていう、そういうことは知られてるんですけども、これ のモンキーモデルっていうのは成立してるのね。だから土屋がそういうことを念頭に置いてるから、土屋がその言語がないとクオリアはありえないという説に対して全くナンセンスだっていうことを言ったと思うんですよ。まあ、他の事例、例えばバイノキュライバルで、ね、両眼視野闘争でやはり、猿で行動的に示せるとか言語と関係なくね、ただしそれは猿に言語に類するものがないと前提してる話になっちゃうんだけど、そこら辺があるんで、今井さんたちにいろいろ聞きたいのはその言語とクオリアとの関係っていうこと、それからその言語以前のもっと現象的なクオリアが存在するかどうか、どうも土屋たちはそれ存在するって言いたいんじゃないかなと思う。どうぞ。で今のやつにちょっとクオリアって発達的に変化するっていう前提でいいんですか、それとも発達的に変化しちゃいけないんですか。それも含めて変化するのがどのレイヤーかってことです。でピュアなセンソリーなレイヤーなのか、コミュニティブなミュージティックなレイヤーなのか。一つね、ちょっとだけある意味ちょっと宣伝にもなるんですけど、今までも出てきた議論の中でももうすごい重要な概念として、同じと違うっていう話が何回も出てると思うんですけど、その通り、うん、で今井さんも西田さんも下野さんも同じと違うを多分違う意味でこう話してて、多分実はそれってすごいクオリアの本質に関係することだと思ってて、で我々にとっては一番でかいその同じ違うの意味での線引きっていうのは意識的な意味での違い、さっき今下條さんが言ってくれた盲視ブラインドサイトの例で言うと、いくら行動的に識別できても猿がいろんなエビデンスを考えた上で多分これは意識的に見てないんじゃないかと思えるようなことがあったら、それは無意識だと思うし、でそういうような研究っていうのは赤ちゃんでどれぐらいできるかよく分かんないんですけど、多分それは原理的にはできんじゃないかと思ってて、で我々がそのシミラリティ類似度っていうのに注目してるのは、実はその類似度のレベルでいくと結構実は意識のレベル、意識的に見えるか見えないかっていうのとかなり近いものを抽出できるんじゃないかってことに注目してやってて、でまあちょっとした脱線になりますけど、例えばなんかアリエルの最初のトークではその中心下で見えてるものと周辺で見えてるもののクオリティがどういう意味で同じでどういう意味で違うのかっていうことをアドレスしようとし始めてるんですよ。ものとして見えてるものは違うわけじゃないですか、場所として違うんだから。けど他と比べたシミラリティの関係性として見たら
周辺だろうが真ん中だろうが同じ関係性持ってるから、それは数学の権論っていうフレームワークがあるんですけど、関係性のレベルに一回抽象化すると周辺とフォビアはある意味で同じと言えるし、でそういうようなことがもしかしたら僕と下條さんの赤とか色っていう意味で言うと関係性として同じってことは言えるかもしれないと思ってて、で一方で今色クオリからちょっと離れて例えば動きとかそういうもののクオリアとかって考えると、色と動きのクオリアって多分まあ赤ちゃんからでもそうだろうし動物でも違うだろうし、いろんな意味のレベルで多分それトポロジーとかっていう言葉に多分なっていくと思うんですけど、数学的に本質的に違うってことは言えると思うんですよ。でその色のクオリアとか動きのクオリアとかのそれぞれの構造って一体何なんだっていうのがこの、 あの我々のクオリア構造って名付けたあの意味で、そういうことを明らかにしたいんですよ。で、だから西田さんの言ってるクオリアが何次元なのかみたいな話はまさにその本質的な話で、あと下條さんが言ってる赤ちゃんでもその赤とかそういうプライマリーカラーのところの識別は悪くて、だバウンダリーはいいとか、それは多分もしかしたら僕は色っていうものの構造の本質のうちの一つかなと思ってたりしてて、でそういうような意味でどういう構造があるのかっていうのを明らかにしようっていうのも一つの話です。あ、すみません、いいですか。はい、その一番わからないのはこういう関係性の構造で記述するのは 100% 賛成というか、今みんなそうやってると思うし我々もやってるんですが、それは一番主観的な体験をある意味関係性に落とし込んじゃうから、いわゆるクオリアの部分が落ちるんじゃないかと思うんです、ね、だからその主観体験そのものがまさに違う空間にマッピングされてるんだけど、そこがそのクオリアの研究だって言われるとそこでちょっとわからなくなるっていうのが個人的な印象。それは私はここで簡単に近いんだけど反論していいですか、反論というか説明していいですか。で僕らが言ってる関係性っていうのの一番コアなアイデアは、例えば赤と赤を同時に見せた時のシミラリティっていうのだけじゃないんですよ、はいはいはい、それの奥にある反実仮想的な他の色との関係性、そこでは見てないけど見える可能性があるものとの関係性っていうのの相対のことを、いやいや、だから今例えば言語モデルとか基本的にはそういう二者関係を大量に学習させて超のレベルで集めて世界モデル作るっていうのが今のまあ機械学習的な発想なわけで、そういう意味ではすごい莫大な量の関係性を行動させることで世界を記述するっていうのは今正しい方向性だと思うんですけど、それがいわゆる主観とかクオリアっていうものなんだって言われるとそこが分かんない。あのすいません、ね、主観っていうのを、すいません、すいません、主観っていうのが、だからその意識がとどういうふうに関わってくるのかとかっていう問題で、私全然意識イコール主観です。すいません、意識研究の専門家ではないのですごいあの的外れなことを言うかもしれないんですけれど、とさっきのもう一回あのギヨーム・ティエリー の緑と青のバウンダリー の研究をちょっといいですか。はい、でこれってあれ前からねぜひあの聞きたいと思ってたんですよ。まあ、私自身はすごくあの綺麗なあのよくできた研究だと思っていて、まあ、PNAS に載ってるんですけど、まあ、ただ、まあ、使っているその速度があの脳波ですよね。で、まあ、脳波で、まあ、その本当に専門家の人たちがこれを信じるかどうかっていうのはよくわからないんで、でその辺そのあたりもお聞きしたいんですけれど、この研究やっぱすごく面白いなと思うのは、これね、オッドボールっていう、まあ、これそういうパラダイムで、同じものを見せていった時にポッと変わったら、まあ、一般的に脳波が脳波に変化が現れるっていうそういうパラダイムなんですね。で、そのでこの研究ってすごく私がスマートだと思うのは、形の変化に注目してくださいって言って形の変化に意識を向けさせているんです、意識的には。でなんだけど一番見たかったのは色の変化にで脳波が反応するかっていうところで、
で、ね、そのこれ2つの言語の話者を比べていて、ギリシャ語と英語なんですけど、で英語っていうのは、まあ、いわゆるそのモディファイアーは使うけれども、あのライトブルーです、あの薄い青と濃いブルーの、あのこう語としての区別はしないわけですよね。でそれがギリシャ語はするんですよね、まあ、日本語で言うと水色と青みたいなあの関係なんですけれど、 で水色と青、水色から青に変わった時に、あのギリシャ語話者では大きな脳波の変化があったのが、あの英語話者では、まあ、変化は出るんだけど、その変化の度合いが非常に小さいということで、でここで、でもそので、もちろん形が変わったときは両言語でものすごい大きな変化があるわけですね。で意識は形の変化に向けていて、で後のインタビューでも、そのどっち の、 あの言語話者も色の変化には全然気がつかなかったと。あ、でもちょっと今井さん、今ちょっとだけいいですか、はい、あの今後の多分シンポジウムでやるかもしれないですけど、僕らは結構意識と注意を区別してるんですね、はい、で多分今まであの今井さんが言ってる意識って全部多分注意のことなんですよ。でこのペーパーでもアンコンシャスエフェクスって言ってるけど、途中からプリアテンティブっていう言葉になってて、それは多分このオーサーたちはあんま意識とアテンションっていうものを区別してなくて、僕はいろんなエビデンスからすると注意向けてないからって言ってそれが意識に上らないっていうことはないっていうふうなことも結構あるというエビデンスはいっぱいあると思ってるんですよ。でただし注意向けてないと記憶に定着が悪いっていうのは多分そうなんです。だから後で全然覚えてなかったっていうのはまあ全然問題ない。だただこれは本当に無意識にこういうことやってるのかってことをやろうとすると、そのあのさらにあのコンシャスネスのリサーチャーがこれ実際もう一回マスクとかして見えない、本当に見えない刺激でもこんなことは起きるのかってことをちゃんとやらないと、アンコンシャスエフェクトっていうことに言われると僕らとしてはちょっとわからないから、これはインプリシットエフェクトって言ってくれれば、まあ僕はあの PNS の査読者だったら通します。でもそれさ、デフィニッションのちょっとね、うん、プロフェッショナル議論に、まあ、だからあんまり今この今井さんのこの提案したこの論文に対しては、インプリシットもアンコンシャスもプリアテンティブもカルチャーやランゲージの影響を受けますピリオドですよ。そんなのよく分かってるわけで、例えばですね、ポトリック・カバナーの学生で中国人がやった面白い研究があってね、全く同じポップアウトのパラダイムなんですけど、漢字の中に偽漢字が混じってると。で、これポップアウトするんですね、あの漢字が読める人にとっては。ところが、あの中国語にあの一見識もないあのアメリカ人にとっては、まさに中国、あのチャイニーズ、This looks Chineseなわけで、ミラーのチャイニーズも、ノーマルのチャイニーズも全く同じに見えるからポップアウトしないと。でこれは全く文化やランゲージに直接依存したポップアウトで、ポップアウトはプリアテンティブなプロセスだと言われてるわけです。あでもそれ同じこと無意識でもちゃんとやられてて、その場合は多分無意識にそういうことが起きます。でそれは全然問題なくて、僕としてもというのはそのカルチャーとかそういうレターのリコグニションって多分脳で結局すごいいっぱい騒ぎとかできちゃえば、そのアンコンシャスだろうとコンシャスだろうとそのプロセスが起きるから、そのそういうことが起きても全く問題ないと僕は。だから誰も今日出席してる誰も文化やランゲージがサブコンシャスな少なくともインプリシットなプロセスに影響を与えるということについては誰も異論がない。問題全く問題ない。はい。でこれはその私が聞きたかったのはクオリアに関係するのかしないのかっていうところなんですよね。聞いてないから分かんないですよね。多分それはこの人たちにこの研究だけでは。普通のコグニティブサイコロジーのモデルでは、ポップアウトするまでのプロセスはプリアテンティブでクオリアに、入ってこないと。でもポップアウトするとそこに注意が向かうから、それを意識して言語記述もできるし自分で見えたなと思うし、それはクオリアだと。つまり時間軸上でクオリアのオンセットがあるって考えるのは普通だと思いますけど。いや僕は聞いてないとダメだと思いますけどね。キャッチある程度ちゃんと分けないと。でこれはこれであのグリーンとブルーの話も僕もいろいろ今井さんの話も聞きたいし、僕も言いたいことがあるんだけど、むしろ西田が提起した問題のことが本質的だと思うから。西田君、すみません、1点だけあのちょっと議論だけ整理するためだけにあの指摘しておきたいのは、弁別という言葉が先ほどからいろいろ出てきていて、そのまあ基本的に一番重要なところっていうのは刺激があの2つ出てその間を区別できるかっていうタスクと、
それからそれに対して今井さんみたいに言語ラベルをどうつけるか、カテゴリーに入れるかっていう話があって、でそこは明らかに違うわけですよね。だからその、まあ、先ほど辻谷君が言ってるみたいにタスクっていうのが一番重要なところ で今の脳波の実験のエレガントなところは実際はカテゴリーに絡むところなので、普通は言語を使わなきゃいけないところを EG 使ってるから、そこが出たから面白いっていう話だと思うんです。まあ、これは全然色っていう言葉は全く使っていないわけです。使っていないけどそこが効くっていうことで、まあ、私の立場としては多次元だから別にこれ出てもいいっていう、まあ、そういう立場ではあるわけですけれども、そのタスクがどこを切り取ってるかって、さっきの下條さんのポップアウトというのもあくまで刺激が複数並んだときに強制的にタスクをその間を区別しろと言ってないのにするっていう、だからそのいろんなレベルのタスクとその何どのレベルの弁別の話をしてるのかを混ぜちゃうとすごく議論がぐじゅぐじゅになるので、整理すると別に何の矛盾してないんじゃないかなっていうのが私の思ったところです。はい、西田の本さんに真っ向からスライドで反論したいんだけど、多分大泉君と同じことが言いたい可能性があるので、大泉君どうぞ。すいません。あ、そうですね、西田さんの質問が多分ものすごい本質的というか、これが一応クオリア構造っていうものを立ち上げた一番のなんかキーアイディアみたいなところで、でそれが土屋さんが説明してほしいんですけど、米田の補題っていうのがなんか一番我々がとても気に入っている概念で、それをベースにこの関係性を明らかにすることが実はクオリアそのものを明らかにしているのとほぼ等価なことであるということだと思ってたんですけど、それをだけど西田が言ってるのは、クオリアっていうのは感覚の絶対質でしょうと、何もタスクがないのにそれ自体として絶対的に主観的に私がこれ見えてるってことは自明じゃないかと、でそのことと関係性の構造を明らかにすることとの間には開きがあるでしょうってことを言ってる。でその交差は僕は直感的には分かるんだよね。あ、僕も分かるんですけど、それが同じだという話だと私は理解してたんですけど、そうそう、そこを説得的にやんなきゃいけない。それをだからもう少し土屋さんの方からご説明いただけたらいいかなと思ったんですが、皆さんへの、ね、はい、でもこれは本当に検論っていう数学のなんか到達した一つのすごい面白い結果だと僕は思ってて、あるもの数学的なものを定義することが難しいときに、それと他のものとの関係性っていうものを決定することができたら、で、まあ、数学者の西郷さんって今週の金曜日にまたこういう感じで意識ラジオで話すんですけど、でそこで分かってきたことっていうのは、外に全ての外の関係性っていうものがちゃんとキャラクタライズできるんだったら、それは中を完全にリフレクトするっていう状況があるんですよ。で僕はその考え方はものすごいなんか意識クオリアのレベルでも脳の活動のレベルでもあと、まあ、計算とか情報の意味でもすごい通じるアイデアで、しかもこれ数学的に証明できる話なんですよ。で信じられないかもしれないけど、外だけ調べることで中が分かっちゃうっていう、そこはなんかなんだろう、今は数学の話する場じゃないから信じてもらうしかないですかね。今のはね、土屋君、今のが大学院数学科レベルの回答だとするとさ、そうですね、僕はその同じ問題に対して幼稚園バージョンの回答を持ってるのでそれをシェアしてるわけで、土屋君と大泉君も見たスライドなんだけど、どうですか、西田の問題に真っ向から関わると思う。私は見てないと思ってます。そうですね、見てないですね、はい、シェアしていいですか。どうぞ。はい。新王さんの必殺技が。必殺技ね、ちょっと待ってね、どこだったかな、どこ行っちゃったかな。必殺技の場所がわからないのが新王さんっぽくて。そろそろもう、あれですか、焼きが回ってる。いやいやいや、新王さんファン多いですよ、大泉君とか、ね。こうやって、シェア全然1個、スライド1個じゃないな、やっぱり。ああクオリアのこれね、そうですこれ、ああ大泉君多分覚えてるよこれ、うん、昔のアスコンの時の、いやアスコンもそうだし、昔我々で、まあ、いいからいいから、そう内輪の話はいいの、はい、みんなコーヒーショップで聞いてる。で今西田が提起した問題は僕もシェアするわけね、ですごいそのことを長年気にしてきたわけですよ。でだけどクオリアの結論を先に言うと、クオリアを意識の主観的な一人称の感覚の絶対質と、この絶対っていうところに引っかかるわけで、その問題設定自体が疑問があると。
でそこに解決の鍵もあるというのは私の主張です。で大泉君と、ね、土屋君見てるはずなんだけど、そのクオリは絶対的ってどういう意味かと。で西田の今の整理は、課題があって何かを識別するということでなければ何かと比較しないじゃないかって話なんだけど、その私が赤を見てるって時に私自身が何をしてるかということを考えると、もちろんその他の色でない赤を見てますと、例えば緑や青や黄色ではないと。でまた、赤というとだけども、今今井さんが盛んに言われたみたいにいろんな赤があるわけで、最近知ったんですけど古代の紅っていうのはあんまり鮮やかじゃないですね、サチュレーションがね。でそういうのも全部赤だと。だけどね、私が主観的に赤を見てるって言ってる時にはもっともっといろんなことを意味してるわけで、例えば聞かれればこれは色であってモーションではないと、さっき土屋が言ってましたけど、色であってモーションではないし奥行きでもないということも聞かれれば答えられる状態で経験してるわけね。つまりそこには課題はないけれど、西田的に言うと、識別のネットワークはあるわけですよ。さらに言えばですね、見ることは聞くこととは違います。見ることは歯の痛みを感じることとも違います。でそれらのことが全部真っ当な人間として識別のネットワークの中で含み込まれていて、その上で緑でもない青でもない黄色でもない赤を見ていると。ただしその赤は明るい赤かもしれないし暗い赤かもしれないという、そういうカテゴリカルなアフォーダンスも含めてね、見てるわけですよ。で、それでいつも僕が引用するのはソシュールのね、言語理論なんだけど、ソシュールの言語理論ってのはどういうのかっていうと、物の物理的な性質の中に例えば犬と猫を比べれば当然違いがあると。でその識別の違いに対して、音韻の違い、犬と猫、これあれだな、今井さんの前でやるのは恥ずかしいけど犬と猫っていうその音韻の識別が対応するという形で差異のネットワークを差異のネットワークでキャプチャーするわけね。でそのことによって初めて識別が成立するわけだし、言語も成立するわけですけども、それにちなんでいつも思い出すのがオノマトペの話で、これ私の教え子のマルティリングアルのやつがいまして、彼と一緒に遊び半分で作って途中でやめちゃったんですが、あまりのすごさに。犬の吠え方っていうのは日本語と英語ではもちろん皆さんご存知の通り違うんですけども、ジャーマン、フレンチ、イタリアンと見ていくと全然違うと。で、ロシアンだとガフガフだとかね、全然違うわけですよ。でもちろん各国によって犬の種類が少し違うから吠え方が物理的に違うんだろうっていう説もあるけれど、これ今井さんをはじめ皆さん賛成してくれると思うのは、犬の吠え方そのものは同じで、それぞれの持っているネイティブなランゲージの音韻のネットワークで、差異と識別のネットワークでそれをキャプチャーしたからこうなったと。だからアングアングと吠える犬もいれば、バウガウと吠える犬もいれば、日本語みたいにワンワンと吠える犬もいると。記者の汽笛は誰が考えても日本人ならポッポーですけど、ずっと長年アメリカで暮らしてきて、息子がネイティブでイングリッシュで育って、私は数年前にチュッチュって聞こえるようになったんですよ。本当に突然聞こえるようになりました。これクオリア の変化じゃないかなと思うんだけど、まあ、そういうことがあるので、西田に答えたいんだけど、その際のネットワークが赤という色の主観的な経験との間には、構造を明らかにすることとの間には隔離があると、全然違うことなんじゃないかって言われたけれど、よくよく考えると赤というものを見て自問自答するときに、私が赤を見てるってどういうことだろうと、赤の信号を見ながら自問自答するときに、先ほど言ったようにそもそも、痛みを経験したり音を聞くこととは違うなと、そもそもこれは運動の知覚とは違うなと、そもそもこれは明るさではなくて色味の違いだなと、でそもそもこれは緑や黄色とは相当違う色だなと、でもオレンジとは似てるなっていうのが全部立ち上がってくるわけね。記憶の中から立ち上がってくるわけで、それがクオリアなんですよ。だからクオリアは相対的な関係性の構造に、あるいは識別の、ソシュール的に言えば識別のネットワークに支えられてると。だからその研究がクオリアの研究になりうるという点では私はサポートするわけです。はい、以上。はい、どうもありがとうございます。いや別に私はそのまず弁別タスクで出てこないものはやれないと言ってるわけではなくて、我々が使える道具はそれしかないので、整理するときにまずどういうタスクを使うかは整理しましょうと言ってるだけです。でもう一つ、結局その例えばあるシステムがあって、それに対してあるタスクをやらして、でその時に、今弁別できたっていうことがあった時に、そのシステムの内部でクオリアが立ち上がってるか立ち上がってないかっていうのは外から見たらわからないわけですよね。
でもそこが等価な振る舞いを示せば、それはもう氷屋の研究として認めましょうっていう話であれば、それは今までのニューロサイエンスの歴史というか、今普通の我々が立っている立場にすごい近い。だからある意味土屋君の誤解の話聞くと、なんか元に戻ってるんじゃないのっていうか、だから私はもともとクオリアは直接研究できないという立場の人間だから、そういう立場に近づいたような印象があって、であれば、まあ、一緒じゃないですかということを言いたいだけなんですけど、ね、ほぼ正しい理解なんだけど、ちょっと違うんだ、やっぱりまだ違う。どこが違うかっていうと、うん、私が言ってるのは、自分がクオリアなんて自明だと思ってるけど、よく自問自答して赤い信号を見ながら自分で考えてるときに何が起きてるかっていうことを考えると、それはクオリアを持ってるかに振る舞うゾンビがいたら、それはクオリアを持ってることに決めましょうっていう西田の立場とは違ってて、自分自身のクオリア経験そのものが識別のネットワークを、いろんなレイヤー、荒いレイヤーからあの込み入ったレイヤーまで自分自身がたどること、記憶の中でそのネットワークをたどることを主観的にやってることに対応してると言いたいわけです。で、もう一言だけ言うと、これが数学的な理論とかネットワークのニューラルネットの理論とかで、うまく例えば検論でキャプチャーできるかどうかってところが今一つのカテゴリーだと思う、うん、あのサイのネットワークっていうのは私は本当に賛成で、結局その赤っていう概念って、その赤だけでは成り立たないわけですよね。その日本語っていう語彙のその他の色を全部わからないと、ある意味で赤ってわからないっていう、まあ、あの本当の意味では習得できないっていう、まあ、そういうことがあるので、まあ、下條先生のおっしゃることはあのすごい大賛成で、で、まあ、しかもオノマトペっていうのもあの私ずっと取り組んでいるあの分野なんですね。あの今割とこう中心的にやっていて、で、まあ、オノマトペも ある種感なんていう、まあ、特にオノマトペって基本的には擬音語、音を持つところから始まっているんですけど、でもそれですら犬の名前、あの犬の吠え声がもう言語によってものすごく違うし、で一つの言語の日本語の中でもどんどんあの結局文法ですよね、文法に組み込まれていくとどん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 変わっていくわけですよね。で、まあ、そういうところはあのその際のネットワークっていうか、こうクオリアにどう関わっていくかっていうのは、まあ、私もすごく興味があのあるんですけど、で、まあ、基本的に私も下條先生と同じようにワードミーニングっていうのは結局その言語でその記述できるところのワードミーニングって本当にあのごくごくごくわずかで、そのさまざまなあのこれは例えばその、色だったらばテクスチャーとは違うあのモダリティのものであるとかね、あのオーディション、まあ、その聴覚とは違うとか、そういうようなものまで含めてのものだっていう考えにはすごい賛成です。 で、okay. でちなみにあの色の言葉を持たないと言われる言語もあるんですよね。だから色っていうのが他の視覚と視覚のモダリティと全く全てかあのこう区別できているかっていうと、まあ、少なくとも言語としては色っていう概念自体なんかかなりアブストラクトなものではないかっていう、そういう人たちもいます。でそういう言語の人たちっていうのは結局色とテクスチャーを区別しないということですね、うん、はい、あとうん、テクスチャーちょっと西田さんがもうそろそろ出ちゃうかもしれないです。あの西田さんに対しての答えをちょっと先に軽く言っちゃっていいですか。あの下條さんが大体もう言ってくれてあのもうすごい満足なんですけど、一個だけ付け足すと、多分下條あの西田さんとまだ共有できてないのは、僕らはあの、まあ、ディスクリミネーションだけじゃ全然クオリアの構造っていうものをキャプチャーするのは足りないと思ってて、だからシミュラリティレーティングとかあとプレファレンスとかそういうのにも手を出すつもりなんですよ、最終的にはね。それでどういうふうに見えてるかっていうのをもうよりリッチにキャラクタライズするっていうのが一つあって、でそれができるとそれに対応した脳活動の構造っていうものを情報のレベルで抽出することができるように最終的には多分なるんじゃないかなと思ってて、
でその時にもし IIT とかっていうそういう例えばそういう理論があってそれが正しければ報告が全く何もできない何にもビヘイビアがない何が何だか分かんないっていうそのなんか例えばアワビとかいつも僕海で撮ってるんですけどそういうやつらが一体何感じてるのかすらその理論がもし正しかったら分かんなきゃいけないはずなんですよ。でそういうところまで行きたいっていうのは最終的なところで、だから最初から最後まで識別だとか報告だとかっていうことに全部地に足をつけようっていうことは全然思ってなくて、それをもとにさまず最初にとりあえずこの形情報の形とクオリアの形をくっつけてみようと。でそれが色の時はこういう穴が例えば1個あるとかだけど動きになると穴が2個あるとかそういう風な感じで明らかに我々が違うと感じます。ただ音だったら穴がないとかねそういうこととかって多分形のレベルであると思うんですよ。ものすごいアブストラクター数学になるかもしれないけどそこまでいったら僕と下條さんは同じ赤感じてるけど西田さんはもしかしたらゾンビだから赤感じてないかもしれないとかってことが証明できるかもしれな い, い, やいやそういうようなことです。ありがとうございます。まず言いたいことは例えば我々今度新しい新領域で新王室感って言ってるわけですけれども結局それは何をやりたいかというと言語ができない意味構造の世界の世界構造をどうやって表現するかっていうことを理解したいっていうことなの でその中で例えばリプレゼンテーションシミュラリティとか、まあ、シミュラリティとは結局多次元の類似空間を二次元空間にマッピングするっていう手法なので MDS と一緒で理論的には、まあ、当然ノイズが多いのでその多次元構造が復元できないっていう可能性もありますけど今のその、まあ、例えば GTP とか見ればすごい単純な関係性からすごい複雑な言語モデルができるわけで、まあ、だから今我々が期待する方向と近いわけですよ。だから何が言いたいかっていうとすごいやりたいとこは近いんですよ。何が違うかっていうとクオリアって言葉を言うか言わないかが違っているだけなので勇気があるかないかなんですよ。それそこは置いといてまあ、我々は結局やりたいことは複雑な意味構造、ただ先ほど今井さんが色とテクスチャー一緒にしちゃうんですよねって言ってるんですけど私は色は幻想だと思っていて実際我々が見てるのは質感とかテクスチャーとかそういう実体のものが世界のリアルであってそれを切り取って抽象化しているのが色の概念なのでむしろ色は世界ないんですよ、ね、我々見渡してもそんな色があるわけじゃなくてあるのはテクスチャーとかリアルなものしかない質感しかないのであだそういう立場から見た時にはある種その抽象的な色っていうところで議論してるとこ実はそれはもうすごい抽象化されたところでマッピングしてどっち A か B かって話をしてるけど実際の脳のレプレゼンテーションとしてはもっと複雑な多次元的なものであるっていうことさえ認めて、まあ、だからディープラーニングというところの初期の層から最終層までカテゴライのところから初期の層までが全部ある種意識に上ってるような状態を考えれば、まあ、そこの情報が全部使えるよって言われればああそうなのねっていう。だからどうやってその多次元構造を復元するか、まあ、例えば上谷が言う名もなき特徴とかその、まあ、今で言うとのバートみたいなのを使って画像と言語と同時で関係性を行動するみたいなすごい今流行ってるわけですけどマルチモーダルとかそういうそのなんかデータを別に区別しないモダリティも区別しないし言語も画像も区別しないで全部一気に処理しようとか今非常に流行っている今機械学習的な分野では流行っている話なので。まあ、すごいそこからの立場から見たらなんか我々は逆にとらわれていた考えというか言語とシンボルとそのいわゆるグランディングプロブレム自体の発想自体がなんか今までの過去の考えにとらわれていてもう全部統一的なデータとしてビッグデータとして考えるともっと見え方として広がってきてるんじゃないかなね土屋君も同じようなこと言ってるのかなっていうのが私の今の立場です。そうですね。5月にそういう感じのミニシンポジウムちょっとやろうと企画してます。だからまた後でいい人いたら教えてください。はい、なんかみんな段取り的にプロジェクトの宣伝となんか非常に僕の理解なんですけど一つコメントとね質問があるんだけどねコメントは今の今井さんの話も西田さんの話も、土屋さんの話も全部共通してむしろ応援演説になると思うんだけど心理学の歴史を見るとクオリアは自明だっていう前提があってこれが大間違いだってことが分かったっていうのは一つの観点からの心理学の歴史のサマリーだと思ってるわけですよ。それどういうことかっていうと例えばメッツィンガーなんかだと思うけど最近で言うとクオリアを具体的にどういうのがクオリアでどういうのが違うかをリストしようとしてえらい苦労してる人たちがいるわけですね。で必ずボーダーラインで論争が起きるとでそれって私に言わせれば
あのウィルヘルム・ブントのね、これはもう2世紀前の話だけれども、あの要素主義、心理学教科書を見ると要素主義って書いてあるわけですけど、どういうことかっていうと、自分の内省を使って意識できる範囲で、心のエレメントを全部記述できれば心理学は終わりだという考えたわけ、うん、でこれ全然ダメだったわけで、それをもう一回やってるようにしか見えないわけですよ。だからクオリアは自明だという、哲学者はそう思うんだけどね、自明という言葉の意味は唯一直接的に与えられる知識だからという意味なんだけど、これが相当危ういっていう前提に立った方がよくて、そうすると土屋や西田たちのアプローチが非常に有力に見えてくるし、今井さんが何度も何度も言われているような発達に伴って言語や文化に伴ってどんどんクオリアが変わっていってもいいんですよねっていう話、あるいは あるレイヤーはコアは変わらないけど別のレイヤーで就職されますよねとか、そういう話が全部あの生き生きとしてくるわけですよ。でだからそういうアプローチは重要だと思うんだけど、それはまあ応援説で、一つ質問があって、今日発達心理学者があの今井さん以外にもう一人いますので、森口君が、その二人に聞きたいんだけども、かねがねね、あのいろんな人に聞いて歩いてるんですけど、あのカラーブラインドって概念があるでしょ、色覚異常ですね、日本語で言うと色盲って言っちゃいけないんですけど、あの色覚異常の概念ってあのヨーロッパの医学で言うと19世紀初頭になって初めて出てきたわけですね。でこれは有名な話でいつもするからみんな知ってるかもしれないけど、ダルトンっていうケミストの、あの化学者、有名な化学者がいて、ノーベル賞級の化学者ですけど、自分が色盲だっていうことに気づいて記述したのが一応あの文献としては最初だって言われてるわけね。で私が聞きたいのは、その色盲という概念なしで本人たちはどういう主観をしてただろうかっていうことが聞きたいんですよ。で国語学者とかあの日本の国文学者に会うたんびにそういう質問してるんですけど、誰も知ってる人いなくて、西洋医学が入ってくる以前に日本に色覚異常、あれですよ、色状況とは違うんですよ、あの色覚異常の方ですけどの概念がそもそもあったのかってことと、それがないと自分が他人のクオリア経験と違う色経験をしてるってことを、その色覚異常の人たちはそういう自覚を持っていたのかいないのかってことですね。これは多分発達言語獲得とか発達的な意味での協力の問題とつながると思うから、今井さんと森口君にそれぞれ意見を聞きたい。うん、あのすいません、私直接的にあの答えは持っていませんが、あのこれ共感覚の人も同じようなことなんじゃないんですか、共感覚の問題で。共感覚って概念を知らないと自分が何を結構よくわからないってことですよね。はい、でそう、共感覚の多くの人はなんかあの大学生になるまで知らなかったとかね。でそれ自分がやっぱりその自分はいつも字に色を見ているんだけれども、あの他の人も当然そうだと思っていたと。でそれ指摘されるまで、あの今東大の横沢研でなんかこうすごいやっていて、でそれであのその式あの被験者募集の HP を見て、あのホームページを見て初めて自分はこのこう他の人と違うんだっていうことに気がついて、で、まあ、その実験に参加する人たちがすごいたくさんいるっていうことですよね。でだから、まあ、色覚異常のことは私全然知らないんですけど、共感覚のことを考えると、やっぱりその共感覚者って自分がその見ている文字に色を見ているその世界が、まあ、それは色字共感覚の人でまた違う共感覚の人もいるけど、それは当たり前だというふうに思っていて、でそれは発達的に変わるっていうよりはもうなんかそのほとんど発達的に変わらない、外的に言われるまでは変わらないっていうのが、それがそういうことなんじゃないかなっていう気がするんですね。人に指摘されるまではわからない。でだから大きくなったらわかるっていう話じゃないと思う。森口さんは？いやすみません、私の方もちょっとその日本で昔からこうカラーブラインドの問題があったかどうかっていうことに関してはちょっと知識を持ち合わせてないんですが、まあ、今カラーブラインドがちょっと問題になっているのは学校教育の中での、昔はずっと検査をやっていたわけですけど日本も、まあ、今ちょっとまあ、最近またちょっと再開されたかもしれないですけど、まあ、20年ぐらいちょっとやらなかった時期があって、どうも自分が色覚異常に思っていることに気づかない人たちが今すごく増えてきているという話は、まあ、よく聞くんですよね。そこでなんかこう意外にでそれで就職の時に、まあそのまあ、特定の就職職業につけなくなってくるという問題がちょっと、まあ、社会的にはちょっとあるような気がしていて、まあ、そういう検査をしないとでもやっぱりなかなか気づけないっていうところはあるのかなと思います。
ぐらいしか、すみません、ちょっと答えることは持ってないんですけれども、あの今なんでそのこと聞いたかっていうと、クオリアは自明じゃないっていうことを主張しようとしてたんで、その流れで、あの言われないと気づかないとか、あるいは適切な記述概念装置を持たないと自分の主観経験ってあの経験できないんじゃないか、そもそも。でその時何を念頭に置いてるかっていうと、痛みの、あの概念の、ごめんなさい、痛みの、ボキャブラリーですね、レクシコンの学習ってことをビトゲンシュタインをはじめいろんな哲学者が言ってるわけだけれど、痛みっていうことについて の, あの概念をちゃんと学習しないと、少なくとも自分の痛みを表出することはできないし、表出ができないってことと痛みを主観的に普通の意味でクオリアとして経験してないってことが、もしかすると同じ意味かもしれないわけです、うん、でそういうことで言ったんだけど、少し裏の面を言うとね、私は先天網の研究者と共同研究したことがあって、それ全然別のパターン認識の話なんで共同研究したんですけども、おでこに文字を書くとひっくり返るってやつね。でその時に驚いたのは、先天網の要するに盲学校の先生たちと一緒に研究したんですけど、佐々木雅人さんの共同研究者たちだったんだけど、彼らと話してて驚いたのは、彼らは視覚に関するボキャブラリーを日常的に使ってるんですよね。テレビを見るって普通に言ってますよって言うんですよ。それであの街に今あの人が歩いてきてるの見えたからとか、あるいは信号が赤になったからとかってことを言ってるわけね、日常的に。そこであの一方では言語がないとクオリアなんてありえませんよっていう一部の人たちの、デネットとかね、のあの考えは全くナンセンスだって父は言ったけれども、そこに一面の真理があると同時に、逆に今度はあのそのつまり色覚以上の医学概念がないと自分のクオリアの異常性は分かんないんじゃないかって話は、そっちにあのそっちに対しては逆の方向ですね、反対する、言語がないとダメだって話だし、でだけどあの盲人たちの言語に対する記述っていうのはね、何をあの意味してるかって考えると、あのクオリアの他者性ってことに話が進むんじゃないかと思って言ってる。でそれは発達の上で非常に重要だろう。分かりやすく言うと、視覚を持たない他者の中で育った子供は普通の視覚クオリアを持つようになるのかってことですね。でそれには2つの問いがあって、言語使用が普通である場合と、周りが視覚持ってないから視覚の言語使用がない場合とに分かれると思うんだけど、だからクオリアって本当は言語的である一面と同時に他者的である一面があって、その他者的である一面っていうのは言語とは独立かもしれないと思ってるんですけど、ちょっと分かりにくい、うん、最後の他者性のところに行く前にちょっとだけ僕が言いたいのは、あのまさに色盲とか色覚異常とか、あと共感覚とか、あと森口さん言わなかったけど、森口さんずっとやってるあのイマジナリーチャイルドとか、あと最近で言うとあのエイファンタジアっていう現象が報告されたんですけど、あの想像できないっていう人たちとか、こういうのってやっぱフェノメノロジーをあのちゃんと聞いてちゃんとドキュメントしないとやっぱ分かんないことで、あと山田さんと今共同研究やってるそのリリアライゼーション、現実感喪失みたいな人たちっていうのもあるっていうことはあるけど、みんな言われないと多分気づかない意識の中身の一つであって、特徴であって、それはあの我々が本当にやりたいクオリア構造のうちの一つの、その大規模にその現象をあのリッチに抽出するあのリポートをもらうっていうこと でオンラインの実験とかを考えて今あのいろいろやってて、まあ、森口さんとも共同で子ども相手ですけども、なんか今までの研究よりもすごいサンプルの数を増やして、いろんな人からちゃんとした主観報告を得たらどうなるかっていうことを、あの圧倒的にスケールを大きくしたら、あのダルトンとか今までやった昔の失敗を繰り返さないような方向性にいけるんじゃないかなっていうのが、あの最初に下田さんが言ったことに対しての一つ のコメントですね。そんなとこかな、俺が今インタジェクトしたかったの、まあ、だからあのクオリア自身のこと、あの意識自体の特徴っていうのも実はそんなにあんまりまだ分かってなくて、ちゃんと聞かないと分かんないし、あと特に 今アベイラブルな手法だといろいろできるんですよ。最初はもちろんその識別から始まったわけですけど、識別とシミラリティの関係性とかも実はあんままだ 100% 分かってないし、モダリティによっては全然違うし、あとアテンションとかの関係性とかもどんどん変わってくるだろうし、あと最近考えてるのは書いたり、あとタイプしたりするっていうこととどういうふうに意識の内容が関係してるのかっていうのもやろうと思ってて、あのいろいろそういうことやることあります。シミラリティって、はい、どういうシミラリティをあの
数値で判定させるんですか、どのくらいセミラーかっていうこと。それは一つのやり方です。はい、であともう一個、松田さん、あのチンパンジーの松田さんがすごいし、あの進めてくれたのが、もしそれが子供とかで全然できないんだったら3つステージして、そのうちの1個どれが一番違うかっていうのを何回も何回も繰り返すっていうやり方。そういうのと非言語的になるし、そう数値がなくてもできるだろうと。そういうのは、まあ、あの赤ちゃんとかでもできますよね、多分。まあ、あの そのレベルのシミラリティは私もよく使っているんですけど、ただそのシミラリティは非言語でも、もうなんかものすごくコンテクストディペンデントですよね。なんかあのシミラリティっていう言葉自体が非常にコンテクストディペンデントで、まあ、そのセームディファレントもそのレイヤーによって全然違うので、だからその関係が同じだから、そのおっしゃってるね、その権論なんですかね、関係が同じだから同じであるというふうに言うこともできるけど、その要素が同じだから同じであると、関係は全然違うのに、そういうふうにもあの言えるし、でだからそのディファレントセームっていう概念とか、子どもと大人では、まあ、全然違うし、あ、まあ、全然っていうことはないけど、やっぱかなり違うですよね。そう、そこのボキャブラリーが我々ね足りないんですよ。だから権論やりたいってのがあって、その違うけど同じって言ってるのは一体何なのかっていう話で、そう、子どもと大人が違うと同じっていうのって、あと例えばね、あの権論の言葉で言うと、それアジャンクションっていう面白い考え方があるんですよ。それって何かっていうと、例えば僕が言ってる赤と子供が言ってる赤っていうのが、まあ、なんとなくあったとして、いろんなものとの関係性が大体似てると、大体似てるんだけど、一回僕の赤と子供の赤を通して、子供の赤をもう一回僕にこうやってトランスレートしてくれると、絶対ずれると、ずれるんだけどいつも近いところに入ると。でこういうタイプの緩い意味での同じっていうのが、実はすごい意識の研究にもとってめちゃくちゃ重要だと思ってて、だからそういう意味での赤とか色の意味での僕と下條さんの同じっていうのは多分もう絶対成立すると思うんですね。そういう実験も多分できると思うんですよ。ただアイソモルフィズムっていう意味での、なんかみんながよく言う、なんていう、同置性っていうんですかね、日本語で言うと。日本語でアイソモルフィズムってちょっと分かんないけど、同型性で、僕から子供に言った赤からもう一回僕に返ってきたときに、ちょっとでもズレがあるとそれダメって見なすんですよ。その意味での同じって、誰が見なすの？アイソモルフィズムっていう定義からすると、行って帰ってきて同じところに戻らなかったらダメなんですよ、うん、でもそれより緩い、やっぱり、うん、それより緩いアジャンクションだったらなって、緩いとかっていうのがまたなんか言葉なんで、よくなんかすごい、これはでも数学的に完全にプリサイスに記述できるんですよ。なるほど。でこういう概念がみんなにこう広がっていくと、あ、そういう意味での同じね、そういう意味での違いねとかっていうのがより厳密にできるようになってくると、僕はすごいいろんな分野発展すると思ってるんですよ。ちょっと一つにですか、今のね、アジャンクションっていう話なんですけど、なんか最近機械学習とかでサイクルコンシステンシーっていう言葉あるんですけど、なんか例えば2つの言語の翻訳みたいな時に、向こうに行ってからもう一回戻って、それがちゃんと戻ってくるっていうようにするように学習するみたいな、なんかそういう話ですかね。それもね入ってる。あの、でそれは、はい、なんだ、それも一つの言葉であって、うん、あの多分西郷さんに金曜日聞いたらいいと思う。はいはいはい、なるほど、うん、あの今井さんの、あのシミラリティはコンテクストディペンデントだからっていう批判に戻りたいんだけど、あ、それは僕があの前回のシンポジウムでアリエルだっけ、彼のトークの後に提起した問題と全く同じで、なんでシミラリティを選んだのと。例えばあの識別やって反応時間取れば、近ければ近いほど反応時間遅くなるっての分かってるわけだから、それの方がオブジェクティブだし、かつ、シミラリティはコンテクストにディペンデントじゃないかと言ったと思います。でその時考えてたのは、例えば2人目の前に人がいて、人種で聞かれたらそれは非常にシミラー、両方とも白人だけど、1人はチビで痩せてて、もう1人は大きくてデブだとしたら、それ全然シミラーじゃないわけで、どこのディメンジョンに注意を向けて判定するかでシミラリティがポロッと変わるじゃないかって、そういうことなんです、ね。で、あの時点ではそう思ってたんだけど、それは批判じゃなくて建設的なあのプロポーザルとして受け止めることもできて、コンテクストディペンデンシーそのものを研究すればいいんですよ。そうすると
そう簡単に変わらないコンテクストで変わらないコアな部分と、もうコロコロ変わる部分と出てくるわけね。でそれがおそらくあのクオリアっていうもののいろんなレイヤー、最初からいろいろ言ってるでしょ、あのどのレイヤーの話ですかと、コグニティブなレイヤーなのか文化のレイヤーの話なのか、生のインプリシットなあの種に特有の感覚のレベルなのかということに関わってきて、そのことがデータを提供すると思うんですよね。だからそれは批判なんだけど、でもあの建設的に乗り越えることができると思ってるんだけど、まさにそうだと思ってますね。だけど膨大なあれだけどね、労力だけどね。でもね、多分みんなあんま考えてないんですよ。ていうか今までやってないですよ、ちゃんとあのシステマティックには。っていうのはやっぱ関係性を考え始めてサイコフィジックスとかやろうとすると、今まさに言ったみたいにそのシミラリティのやつをやろうとすると、 10×10 個の刺激をキャラクタライズしようとしたら100トライアル少なくとも必要なんですよ。これって今まで僕がなんか昔やってた2個の刺激の分別とかをやろうとするっていうのに比べると圧倒的に時間かかってすごい大変だったんですけど、本気でこれやろうと思って考えて昔のリタラチャーとか読み始めたり、あといろんな意味で数学の手法とか考え始めると、例えばあの例えば今井さんが見せてくれた MDS のやつとか、ああいうのも例えばデータがちゃんとなんか数学者の中でも、例えばトポロジカルデータアナリシスとかやってる人とかと共同でやったり、こういうデータがあればこういうことが言えるみたいなことをやろうとすると、誰だったっけ、多分下條さんが聞いたんですよね、あのドイツの子供と日本の子供の MDS の関係性はどうなってんだみたいな、ああいう話ね扱えるはずなんですよ。で僕がありえるとやってるそのフォビアとペリフェラルっていうのも一つの第一段階みたいなもんで、あれは同じ人間の中のフォビアとペリフェラルを比べてるんですけど、最終的には違う人間のこれをどういうふうにあの整合的に比べるのかっていうメソッドを開発しようとして、でそれを他 の, あのモダリティとかにもやろうとしてて、それはできると思います。いやあれだよね、あのやります、僕が最初に提起した僕の見てる赤とあなたの見てる赤は同じの違うのってことに、ある意味答えることができるようになるってわけだよね。答えたいっていうのは僕の死ぬ前までの目標。数学は分かんないけど、あの可能性としては分かる。で、あのクオリちょっとこだわるんだけど、2つあって、クオリアのソーシャルの側面ってことに関して、はい、森口さんと今井さんのコメントもちょっと聞きたいなっていうのと、つまりそれ学習に獲得に関わった話なんだよね。さっき言った例は、痛みっていうものを子どもが適切に表現するためには、痛みのボキャブラリーとそのあれでしたね、プラグマティズムですよね、使用法を学ばないとダメなんだけど、それってもしかするとクオリアを経験するためにも必要なんじゃないかっていう可能性があると思ってるわけ。でそのことを聞きたいのが一つと、もう一つは最初から今井さんがスライドを見せるって言ったのにそれを許してないので、そろそろ青と緑のスライドを見たいかなっていうのがもう一つなんですけど、でも青と緑はもうあのさっきあのギオム・ピアリーで見せたので、あのまたこれからのスライド出すとすごい、うん、で結局言葉がないとクオリアわからないんじゃないかっていうのは、そこはあると思うんですよね。やっぱり例えばね、感情をやっぱりかなりその言語によって感情をどういうふうにその分節するかって結構言語依存なわけですよね。でまあ、だからもちろんそのポジティブネガティブ、これはどんな言語でもあると思いますね、ポジティブネガティブで、ただそのネガティブの中でやっぱ私たちいろいろありますよね、あの嫌悪とか、まあなんだろう、言葉で言うと気持ち悪いっていうのと、なんか嫌な感じとか、なんかネガティブいろいろあって、やっぱ小さい子供はそれ感情の言葉とっても難しくて、だから全部が嫌になっちゃうんですよね、嫌だしか言わないっていうか、でそれがもうなんかだから多分就学前ぐらいの子供だと本当に感情のボキャブラリーって少なくて、でまあ、徐々に増えていくんですけど、だからそういうボキャブラリーがない子が、いわゆるだからポジティブネガティブっていうそのバランスのレベルではもちろんあの区別はしてるしあるとは思うんですけど、それ結構意識化できるかっていうと、言葉がないと意識化できるかっていうのは分かんない、なんかできない、難しいんじゃないかなっていう気はします。
僕もずっとねそう思ってたんですよ。で今はね動物の実験とかも見てるんでね、それはこれだから土屋君と大泉君に聞きたいんだけど、その言葉がないという意識、空霊がないなんてナンセンスだという立場からどう思うのってことを聞きたいんだけど、例えばさっきの色盲の話とかね、あるいは痛みの例とか、今今井さんが言ってくれたような例とか、ただ今井さんや森口君に一つチャレンジしたいのは、それは言葉がクオリアに必要だ、主観経験に必要だっていうのはほとんど賛成なんだけど、それは言葉そのものなんでしょうか、それとも言葉の直前のプリリングイスティックな、しかし言葉の発生の必然条件になるような、例えばクラシフィケーションの知覚とか、あるいはグラマーですね、チョムスキーが言うような意味での非常に、あるいはサイコリングイスティックスが言うような意味での認知的な、言語の前提になるような何かがあれば十分だと。だからモンキーでもできるという説が有力だと思ってるんだけど、どうです、言葉そのものが必要なんですか。多くの人はそう思って、言語で 表現できないんだから、この子はクオリア持ってないって言ってるわけですよ。だけど、私ね、マーク・チャンギージー そのプレゼンテーションで最初の頃はいいと思ったんですね。なんだっけ、赤と黄色と青でしたっけ、赤黄色青で、あのぐらいだったらいいんだけど、どんどん複雑になって紫が出てきたりしたじゃないですか。で、あのぐらいになると、なんかね、あれは言語がないと無理でしょうと。で、まあ実際なんか英語のその人の多分データに基づいているんですけど、思うんですけど、あれは絶対言語がないと、その言語としてのラベルでそのないと無理でしょうと。だからあれはその赤を黄色を、まあモンキーが区別するっていうところはそんなに反対しないけど、で、あのぐらいのマッピングはできるかもしれないと。でもその後のスキーマとしてのどん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 複雑になるところは、あれは無理だと思うし、でそれを人間で言うんだったら絶対的にエンピリカルイシューで、それこそそういう言語で言語に行ってあのスキーマが通用するかどうかっていうのをやるまでは、あんなことは言ってはいけないと思います。本当、でもこれマークはランゲージに興味があるわけじゃなくて、ニゴシエーションに興味があるんですよ。それは伝わってます、彼のトークで。いや、よくわからなかったです。つまり後半の話っていうのは、これ前半の話しか僕は関わってないんだけど、後半の話っていうのは彼が独自に開発した話で、要するに、色も含めて全ての言語や行動のコノテーションを、辞書的な意味じゃなしにね、コノテーションをに対人間の交渉という場面に落とし込んで、そしてワントゥーワンマッピングを完成させようという意図が強いわけね、彼はもともと。だから紫まで入れてくるわけですよ。だけど結構彼の話と今井さんの話でもう一点重なる点があって面白いなと思ってたのは、言語の話と、エモーションの話ね。で、エモーションの話なんですね、チャンギジのやつは。エモーションのエクスプレッション、ディスプレイとそれのディテクションの進化という観点から色の進化を捉えると。で、それを、拡張してニゴシエーション、人と人のニゴシエーションの観点からコノテーション、あくまでも例えばサブミッシブであるとか、逆に自分がドミナントであるとか、そういう文脈で全部捉えていこうという話だから、言語の話とは表と裏になってるわけね、ある意味ではね。大抵の言語の話はグラマーとシンタクスとグラマーとセマンティクスとあとはプラグマティクスで、進めていくわけだから、そこのところで割と無視されがちなエモーションの問題を取り上げた。だからインプリシットとエクスプリシットを対表したんですけど、そういう意味ではね、矛盾しないんじゃないかなと思ってるんですけど。やっぱりね、なんかその言語とそういうそのプレリンギスティックスなクラシフィケーションって、どっちが先かって言われたら、どっちが先かって言われたら、もちろんやっぱりプレリンギスティックなクラシフィケーションが先にないと何も始まらない、言語始まることできないと思うので、言語自体が生まれないから、だからやっぱりプレリンギスティックなクラシフィケーションは先にないといけないと思うんですね。 でもそれが、言語が生まれた時にずっとそのプレリンギスティックなクラシフィケーションがそのままであり続けて言語の影響を受けないかっていうと、それはそうではなくて、まあだから言語自体がやっぱりどんどん変わっていくと思うんですね。
変わっていって、でそれはやっぱりそのパーセプシャルな経験も経験によっても変わるかもしれないけど、やっぱかなりその文化的な、こう非常に高次な文化的な、理由というか原因によっても変わる必要が変わることがあると。で例えばオノマトペ、島津先生おっしゃっていたオノマトペもあれでそのワントゥーマンマッピングっていうのは実は人間にとってはあんまり自然じゃないと思うんですよね。なんかその特に言語にマッピングするときはワントゥーメニーだと、まあ、メニーっていうのは無制限にメニーではなくてコンストレイントの中でコンストレイントの中でマルティプルなの でだからその犬の吠え声もあんなに言語によって変わってくるわけですね。でだからなんか例えば丸いなんかその有名なブーバ危機効果ってご存知ですか？ブーバ危機皆さんもご存知ですか？はい、でそのブーバ危機効果だってああいうなんか丸くて柔らかい感じっていうのにマップする音って一つではないんですよね。だからブーバだけではなくて、まあ、ある種いくつものキャンディデットがあった時に割とまあいいグループと全然ダメなグループがあるっていうそのワントゥーメニーの構造になっているから、でだからそこででも言語は言語によっては、まあ、結構その一つだけしか選んではいけないみたいな、まあ、そういうような状況もあるし、まあ、そこでこうズレが生まれるっていうことはあるんじゃないかなと思う。もちろんそうで 色だってそうですよね。だって赤っていろんな色があるわけだから、うん、さっきも言ったけど江戸時代の古代の紅っていうのは相当違う色だったりするわけだから、だからワントゥーメニーっていうのはだからそれがねプリリングイスティックなものとしてプリカテゴリーかプリリングイスティックなコグニティブなものの一つの要素としてカテゴリカルなパーセプションがあるんじゃないかっていうのはそういうことなんですよ。でそれがあればコンシャスなエクスペリエンスってある程度できるんじゃないかっていう可能性があるんじゃないかって今は思ってるわけね。なんでそういうことを思うかっていうと言語が先だっていう証拠みたいなものがいろいろあってね、ボルヒアも含めて。で逆にセンソリーが先だっていう証拠もいろいろあって、それで全体を統一的に理解しようと思うから、そうすると今言ったようなプリリングイスティックな認知的な能力、例えばカテゴリカルなパーセプションが、うん、必要だっていうふうに考えるとついつまが合うようになるんですよね。でその時はい、それが私のスライドで書いたシンボルグラウンディングプロブレムで、で記号設置問題 で実は私が個人的に面白いと思っているのは、例えばオノマトペもかなりユニバーサルにアグリーされるその音と意味のつながりっていうのがあるんだけど、そうではなくてこう言語の構造、言語特異的に生まれてしまうものもあるんですね。で例えばだから日本語話者って何がオノマトペで何がオノマトペでないかって実は判断ができなくて、シワシワって皆様オノマトペだと思います？シワシワ、シワ、もうおばあさんがシワシワ、あれね、あれはシワは全然オノマトペ音象徴ないんですよ。で全然音象徴ないんだけど、シワシワっていうその反復語のオノマトペの形にされることでシミラリティが生まれてしまうんですね。で日本語話者ってそのあたりが区別もうできなくなってるんです。でだからそういうふうにしてある形が、まあ、文法というふうに言ってもいいかもしれないけど、形の規則性が生まれると、その形の規則性が新たなそのセカンダリーなエマージャントのシミラリティを生むっていうことも十分にあって、でそれがその自分の母語 その文脈の中で発展していくと、もともとのユニバーサルなそのシミラリティとかユニバーサルなクラシフィケーションと後からその形によって生まれたものとが区別できなくなる。 でも外国の人にとってはやっぱりすごく分かりづらいっていうことがあります。で、まあ、あれですよね、つまり語源となる音源がある場合とない場合があって、シワシワない場合に入ると思うんだけど、そこでもう、はい、まあ、そうですね、チュッチューとかポッポとは違うわけだけど、はい、この間私あいみょんっていう歌手が大好きでね、それであいみょんのインタビュー聞いてたら、あいみょんが大泉洋に対してイチャイチャって言葉誰が発明したんですかって言うんですよ、うん、
で、あの言葉発明した人ってすごいですよねって。で、もしイチャイチャって言葉がなかったら、その仲良くして、あの公衆の面前でまあイチャイチャしてるカップル、起立するのに、起立のしようがないでしょって、彼女がその歌詞にどれだけこだわってるかって話でしてたんだけど、そしたら、大泉洋の返答も優れていて、母音ってあるでしょって、いきなり。母音って誰が発明したか知ってますって、あれ、あの、大橋巨泉らしいんだけどね、最初に発明した。それはどうでもいいんだけど、そんなことは。その今のシュワシュワでいいなと思ったのは、2回繰り返すことによって、ふわっていうのは単なる普通の、あの日本語の単語に過ぎないんだけど、2回繰り返すことによってオノマトペ化するっていうのがすごいなと思って、はい、でだから、はい、あのオノマトペって多分ね、今井さんと私が共通に今思ってるのは、オノマトペっていうのはすごく特殊な例ではなくて、言語と事物の関係をあの表す非常に象徴的な事例であると思って、はい、その通り、それと似たことが、はい、似たことが、はい、そのクオリアをめぐる言語と色の関係にも実は適用できるってことを思ってると思う。はい、その通りです。土屋君と大泉君と 森口君に言いたいのは、オノマトペの研究をしなさいと。まあ、ちょ考えてみます。で、あ、さっきなんか大泉君なんか言おうとしたのは何？あ、いや、全然あの、多分もう言われてることだと思うんですけど、いや、なんか下條さんからなんかコメントと言われたんで、ちょっとナイーブなコメントをしたかったんですけれど、あの、言語の前に、クオリアがあるかみたいな話ですけど、でもちろん、まあ、もう皆さんアグリしてると思うんですけど、そのクオリア自体はあって、で、それでカテゴリーっていうものもあってっていうことだと思うんですけど、色に関してとかですよね。で、それに、でじゃあ言語はどう関わってくるかっていうと、そのカテゴリーを、まあ、なんか変えるというか、あのカテゴリーってだから、本来はなんか連続的だったものを、そのシミラリティで考えたときに、そのカテゴリーのバウンダリーみたいなところで急にそのシミラリティがものすごく変化するみたいな、そういう効果だとしたときに、その言語っていうのは、元からその持ってなかったそのシミラリティが急激に変化する場所がもっと増えてくるみたいな、そういう役割だと思ってるんですけど、そういう理解でよろしいのでしょうかというか、ね、それまさに多分そうで、はい、あのこれあの、はい、今井さんのペーパーの中の一つのフィギュアで、あの、まあ、俺は結構こういうことだろうなと思ってて、あの、はい、生まれた時からあの例えば色のエリアのニューロンのつながり方がこうだから勝手に色が出てきちゃうっていう風な説明しか俺がないと思ってて、でもそれがまさにあの今大泉君が言ったみたいな、言語とかでちゃんと分節化されてなかったりするとこう混ざってるような状態だし、不安定に、これ記憶とかラベリングで測ってるから、どんだけその見た目のシミラリティが混ざるかっていうのところはまだあるんですけど、そういうものになってて、それがディベロップメンタルにこうなってったり、あと言語の影響を受けたりして、よりシャープになってくっていう、こういう意識の変容、クオリアの変容っていうものがあって、我々が考えているようなモデルというか、そのインテグレートインフォメーションっていうのもすごいこれに辻褄はあって、もともとあるトポロジーみたいなものに対して他から修飾が加わるとそこが切れてく、切れやすくなってくっていうようなことがあるけど、でももともと根本にある色のトポロジーみたいなのは多分ずっとそのままでいくんだろうな、それが実際どういうものなのかっていうことを研究していきたいっていう、そういうことです。だから元のトポロジーを元に言語が生まれてるから、なんか合わせられやすいというか、全然違うトポロジーの言語は多分なんかも学習できないんじゃないかみたいな、そういうのありますよね。そう、いやでも学習はしてると思うんですよね。やっぱりその言葉が5つしか、色の言葉が5つしかないあの人たちもちゃんと立派に学習はしているので、まあ、だからなんか学習、もともと言語が例えば人間じゃない全然違う言語みたいな、あの人間の脳と全然関係してない違う言語みたいなものがあった時に、その言語をじゃあ人間が学習できるかっていうと、そのシンボログラウンディング自体ができないってこともありえるんじゃないかなっていう、そういうことだと思う。これは、はい、シンボログラウンディングができないあのその世界の分節の仕方っていうのはありえる、ありえますよね。例えば人工知能みたいなところで勝手になんか、まあ、それが人間の中でありえるかっていうと、なんかあんまないとは思うんですけど、はい、ないんでしょうね、きっと。あの、異星人だったらあるかもしれないですよね。そういうことですよね。ところで、あの、すごい議論が白熱してて嬉しいんですけど、あの、下條さんにとってはそろそろ7時で、そうですね、あれ、ご飯とか大丈夫かなっていうと、あと、まあ、皆さんも。いや、そろそろ老人だからさ、はい、スタミナもあれなんだけどね、まだ今井さんにどうしても聞きたいことがあと一つあるんですけど、いいですか？どうぞどうぞ。
粘ります。あのね、そのシンボルグランディングなんですけど、納得いかないのはね、もともとあのシンボルグランディングプログラムって AI の分野で、今大泉さんがちょっと言ってくれたけど分野で多分提起された問題で、その AI でもってあの言語セマンティクスにいろいろやってて、適切に、場面場面で適切に応答してるように見えるけど本当の意味は分かってないじゃないかと。で本当の意味が分かるって何だろうなっていう時に、まあ一つのこれはあのシンプルグラウンドに対する一つの立場を記述するだけになっちゃうと思うけど、身体を持ってて普通の人間と同じ感覚器官を持ってて、で外界とそれをインタラクトして、経験するってことがないとそれぞれの言葉の意味が分からない。例えば朝窓を開けたら層が真っ青だったと、すがすがしかったといった時に、それがそれぞれ全て何を意味するのかということを理解するには普通に身体を持っていて、そして普通に生活した来歴がないとダメじゃないかっていう話で出てきたと理解してるんですよ。でそうじゃなくてなくても大丈夫だって話も結構あるし、やっぱりそれはあのだから身体性を持つロボットじゃないとダメだっていう、そういうあのネオロボティクスみたいな話にもつながるし、いろんな意見があると思うんだけど、最新の考えだと松尾さんなんかの本読んでると、あの割とあの YouTube のデータを大量に集めてそれをあのいろいろ分析して関係性を理解してるだけでこのシンボルグラウンディングできちゃうんじゃないかっていう意見すらあって、これは少数派だと思いますけど、だから AI の方で出てきた問題をその発達のデータを発表するときにシンボルグラウンディングに対するインプリケーションっていうのは非常にあの面白い興味あると思うんだけど、そこちゃんとあの上下逆さになってるからちゃんとネイルダウンしてくれないとどういうインプリケーションがあるのかわからないんですよ。はい、そうですね、まあ、そこも私もまだなんかすごいはっきりとしていないところも多いんですけど、まあ、一つにはやっぱり最初のプレリンギスティックなその経験っていうのは必要だと思うんですね。プレリンギスティックは経験というかカテゴリーというか、それはバイオロジカルなカテゴリーと、まあ、経験が結びつくっていうところは必要で、でもじゃあその経験がないものが全く学習できないかっていうと、まあ、例えばその目が見えない方たちだって色の理解ってコンセプチュアルにはできているわけじゃないですか。でだからそれはそうではなくて、まあ、ある種のある種のその一番最初のこうシステムの突端って言うんですかね、まあ、とにかくシステムとしてなんかその世界をどういうふうにそのカテゴライズするかっていうか記号化するかっていう、それができればそこからそれこそそのある種そのシステムを自分で作っていく、さらにこう精緻して精緻なものにしていくみたいな、そういうようなことを人は、まあ、ある種推論ですることができて、推論で埋めていくことができて、でその推論で埋めていくっていうことが、まあ、なんかこう実際には経験していないものを本当にこうリアルなものとしてまあ、ある種主観的になのかもしれないし、まあ、リアルなものとして自然なものとして考えるようになる、そこに大事なんじゃないかなと。だからやっぱり最初の経験は必要で、ネットの情報、まあ、なんかそれだけでシンボルグラウンディングができるとは思わないんですけれど、ただシンボルグラウンディングがにその大量の、まあ、感覚経験が本当に必要かっていうとそうではなくて、やっぱそれは割と随分少なくて、まあ、それこそ機械学習に比べたらものすごく少なくて、人間の場合にはいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、人間の場合にはだからそこから、まあ、人間の子供は、まあ、全てのことをほぼ言語を学習するとき全てのことを自分で発見しますよね。教えてもらうっていうことは基本的に、まあ、教えてもらうっていう定義にもよるけど、インプットは必要でインプットはもらうけど、そのインプットをどういうふうに経験に結びつけてレキシカルカテゴリーを作るとか、グラマティカルなその規則を抽出するとかっていうのはもう全て自分でするので、その推論の過程っていうのが、そのプロセス自体がすごくこう身体化されているっていうことになるんじゃないかなっていうふうに思っているわけです。大体分かったんですけど、そのシンボルグラウンディングに対して身体性が必要だっていう意見もいろいろあってね、バリエーションが、はい、
私が有力だと思ってるのは身体が暗黙知の宝庫だからと。それで AI は暗黙知をすべて列挙して明示することはできないからっていう考えですね。で、私はいい例だなと思ったのは、これ松原さん、ひとしさんだったかな、に教わった例だけど、コップがこぼれたんで体が濡れるかどうか心配しなきゃいけないと。だけど、そのコップがこぼれたのが10マイル先であれば、そういう心配は普通の人はしないと。だけど AI はそれを言っとかないとしてしまうと。まあそういう例ですね。はい、でそれだけど、その手の身体の制約条件、例えば体が濡れるってのはせいぜい縦横1メートル四方の話だっていうことを言っとかなきゃいけないのかと。で、それに類することを言い出すときりがないっていうことですね。で、そういうことがあって、シンボルグラウンディングに身体性が必要だって話があるのと、もう一つやっぱりさっき最後の方で今井さんも言われたけど、社会性とクオリアの話に関わってくると思うんですよ。その自分で発見して推論して再構築するっていうけど、それまともなっていう言葉はあれだな、政治的にやばいけど、色覚も持っていて、その他の身体機能も持っている大多数の社会人の周り、大人の周りで誕生するから、でさっきちらっと言いましたけど、周りが色覚のクオリアを持ってない、そういう社会、そういうのはあの色のカテゴリーに関して言えばあるっていう話もさっき出てましたけど、そういうところで育った子どものクオリアはやっぱり違うだろうと。で、シンボルグランデも違ってくるだろうということがあるわけですね。よく問題になるのは両親が盲人の場合の子どもさんの成長ですけど、これはちょっとあんまり参考にならないのは、周りが全員盲人であるわけではないので、むしろ目開きの人間のボキャブラリーで教育を受けてるわけですから、そこは話が違うと思うんだけど、そういうところで社会性の問題と身体性の問題と両方あるんだけれど、その辺は今言ったいろんな議論を受け入れられてるわけですか？受け入れられているっていうのは、そのリテラちゃん、今井さんはどういうふうに受け取っているかということですけど。ああ、そうですね。ちょっと森口さんに先に取ったのか。そう。森口君、今日はおとなしいから隠れてるんで。で、なんでそういうこと聞くかっていうとね、森口君にも今井さんにも言いたいのは、その辺の獲得とか推論とか、一番肝心のところがね、クオリアやシンボルグラウンディングに関わる一番肝心なところの発達研究が抜け落ちてるように見えるんだけど、どうでしょう？まあ、社会性がっていうことですよね。私、そのブラインドの人の、ブラインドの人の、その社会性は知らないんですけど、聴覚障害の、聴覚障害の人は、まあ、だからやっぱりそのすごく私びっくりしたのは、聴覚障害の人って、日本人の聴覚障害の人は日本語のオノマトペものすごくよくわかるんですよね。それはびっくりしました。なんかその聴覚障害の人って、まるであれかと思ったんですね。福祉、全くその音象徴がない福祉のようにして覚えるんだと最初思ってたんだけど、実験やってみるとほぼ同じで、耳聞こえなくてもいわゆる口の動きとのマッピングで全くこう同じようなことができるの、判断が健聴の人と同じようにできるので、だからなんかそういうレベルではすごくこう同じマッピングできるんだけど、感情については、これもきちんとやらないといけないとは思います。ただ現場の先生からちょっと聞いたのは、やっぱり少しその辺が、まあ、社会性が弱いんじゃないかという声はあります。でも、まあ、それってリサーチに基づいていないで、先生がもしかしたらなんかある種のメガネをかけて言ってるだけかもしれないし、わからないです。はい、でも、まあ、ブラインドのことはわからないけど、はい、さっき その耳が聞こえない人の話は、私がさっき言った先天盲人が、目開きの人間のボキャブラをテレビを見るとか普通に使ってるって話の表裏のような気がして面白かったんだけど、言いたかったのは、そのどういうエピソディックな経験から、クオリアとかシンボルグラウディング的な意味で、その身体的な例えば色なら色、痛みなら痛みの意味を子どもが獲得していくかっていうところの革新的な知見がいつまでもないような気が してるんですよ。そうですね、それやっぱりなかなかその、あ、大丈夫ですか？森口君出番です。
いやだからそう長期的な本当は縦断研究みたいなもの同じこうずっと、まあ、追跡してその長期的な場面のデータを蓄積して取らないと多分その問題はなかなか解決できないんだけれども、まあ、それを実際その発達研究の中でリアルな人間を対象にやるのがすごく難しいというやっぱりところがあって、まあ、だからなかなかこういったデータっていうのは、まあ、みんなやらなきゃいけないとは思ってるんですけど、まあ、出てないというのが、まあ言いまあ、当該分野の言い訳としてあるわけなんですけども、まあ、だから一つなんかこうロボットの人たちとかとなんか少し話をさせてもらうと、まあ、同じような意識を持ってやってる方たち結構いらっしゃるので、まあ、そういったところでそのモダリティを例えば、まあ、ちょっと、まあ、モデルにしかならないですけれども、まあ、視覚障害の、まあ、モデルとかを作ってもらった時に、まあ、そういった研究をやるってことはまあ一つ可能であるかなとちょっと思っているのと、まあ、あとブラインド、そうですね、ブラインドに関しての研究っていうのはまあ親のアイコンタクトの影響なんかが、まあ、最近の乳幼児の研究とかではすごく大事だというふうに言われているような文脈があって、まあ、そこでまたブラインドの研究というのは少し、まあ、盛んにはなってはいるんですけど、それがちょっと色考慮とはちょっと、うん、結びつかないなというのはあるんですけど、まあ、そういう、うんまあ、地道な実験的な研究というよりはちょっとフィールドの研究という感じにどうしてもなってしまうかなというのはちょっとあるかなと思って。あのさ、MIT のメディアラボかなんかの人でさ、自分の家にめちゃくちゃいっぱいマイクとかカメラつけて3年間ぐらいリコードした人っていましたよね。その人たちのデータってアベラブルではないの？アベラブルじゃないんですよね。で、あれをなんか私たちもちょっとやろうと思っていた時期はちょっとあったんですけど、まあ、なかなかやっぱ N1 になってしまってなんかかなり特殊なケースになるというのもあるので、ただまあそれに近いことをやっぱりやらないとこれの問題はちょっと解決できないかなというのはちょっと思っているというのはやっぱりあります。なるほど。あのブラインドではないんですけど、私同じ子供を、初号初めての色合意を言った時の初号から毎月ずっと追いかけていって、でそれは N1 ではなくて N どのくらいだったかな、結構30ぐらいでやっていったのがあるんですよね。でその算出とそれと理解っていうのはこう、まあ、基本的な言葉を見せて、で赤い風船取ってとか青い風船取ってとかっていうやつと、あとそのまた別のセッションでこの色は何色っていうふうに聞くやつと、でそれをその初めて色語を言ったその、まあ、そのぐらいの月からずっとまあ、だから最初始めた時はまあなんか多くて2つとか3つぐらいの言葉しかなかったのが一応8つの白黒を除いた8つかな、まあ、日本語の基本語で、それが全部できる夜になるまでやったっていうデータはあります。でただそれなんかね、実はすごい、まあ、リッチなデータでどうやって料理するのか、まあ、他のことにも忙しくてちょっとどうやって料理するのかよく分からず置いてあるのがあるんですよね。まあ、なんかもしそのあたりをなんかこうモデルとしてその色語彙がどういうふうに子どもが習得していくのかっていうそれを、まあ、数学的にやっていく手法とかがあったら教えていただければなというふうに思うんですけど、まあ、それはかなりものにはなっています。なるほど、はい、でやっぱり一番最初に来るのは赤を黄色かな、でやっぱり緑遅いんですよね日本語では、ね。うん、なるほど。ビッグデータサイエンスの時代になってみんなビデオとか撮るんだけど、それどうやって分析していいかわからないともう典型的な話で、うちのラボでもしょっちゅう起こってますけど、ちょっともう終わりにしないと父親は怒り出すと思うけど、俺は怒らないですけど、来歴今ね森口君が縦断的な研究じゃなくて論じ性の研究が必要って言われたんで、来歴っていうコンセプトっていろいろ理解できるんじゃないかって僕言っててね、この頃来歴論あちこちに書いたり言ったりしてるんですけど、その来歴っていうのはもともとはネイチャー vs ナーチャーの問題を解くために考えたことなんだけど、この場合にもそのシンプルグラウンディングの問題とか言語の獲得や推論の問題にすごく関わってくるな。で、来歴っていうのは相当インプリシットコグニションの話で、当然身体的であり当然社会的でもあるわけですよね。だからで一つついでに言っとくと全然関係ないんだけど、伊藤浅さんっていう人が
あの記憶する身体っていう本書いてて、これ一銭ももらわずにみんなに宣伝して歩いてるんですけど、彼女はあのインタビューだけで身体障害者十何例の身体障害いろいろあってね、あの半身の不随とか、あの目が見えないのに、面白かったのは全く目が見えないのにメモを取りまくるな、取りまくりながら話をする人がいて、ね、なんていう言い方ですか、伊藤麻さん、アジアの兄さんは難しい字だけど、で記憶する身体、これ名著なので皆さんにお勧めしたいんですけど、言いたいのはね、あのいろんな障害事例をあの検討、しかもあの質問だけでインタビューだけで検討してるんだけど、症例、障害が一見同じであっても全く違う現状がある。例えばあの身体能力のすごく優れた車椅子の人がいて、なんかあの車椅子のままで階段を駆け上ったり駆け下りたり上下逆さになったりするんですよ。そういう人がいたかと思うと身動き取れない人もいるし、障害の質が同じであってもね、で全く盲人なのに精密なメモを取りながらじゃないと人に話せないという人がいて、なんでそうなのかをあの分析した、この本です。はい、ありがとう。面白そう。これ僕ね、一銭ももらってないのでみんなに宣伝しまくってて、少しぐらい広告費もらえないかなと思ってあのね、この本のキーワードは、ちゃんとダメですよ、うん、このキーワードはあの圧倒的な、あの固有性の圧倒っていうふうに僕はまとめたんだけど、それぞれの障害者が本当に固有であると、でそれが驚くほど固有だっていうことを非常にリッチなフェノメノロジーでやってて、土屋がちょっと言ってたもっとフェノメノロジーをちゃんとやんなきゃダメだっていう話もつながると思うんだけど、来歴っていうことがクーリアを解く一つの別の角度だと思ってて、つまり記憶の問題と関わってくるわけですけど、今日はあんまりそれ触れられなかったんで、もう一回意識ラジオをまあそのうちやってもらうことにして、まあ、今日はこれぐらいでやめますけど、そのこっちの角度って結構大事だなと思ってます。来歴を説明してもらっていいですか、来歴を、ごめんなさい、来歴っていうのをもうちょっと説明してもらっていいですか。いろんなところに書いたんで、まあ、また後で PDF 送ってもいいんですけど、まあその例えばどの例がいいかな、自閉症を挙げましょうか、発達の人だから。自閉症の原因論っていっぱいあるでしょ。それで、生物学の人は時代が経てばもっとあの遺伝子が明確になってだん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 パーセンテージが上がっていくと思ってたんだけど、そうならなくて単一の遺伝子で説明できるあの自閉症の症例って 10% ぐらいなんですよね。何年経ってもそうなわけで、じゃ あ, あの遺伝子 の, あの相互作用だっていう、まあそうなんだけど、なかなかあの上がっていかないと。でそれに対して初期 の, あの母子交流の異常だみたいな大昔からの説っていうのはそれなりに有力で、それで説明できる子どももいると。なんで病院はそんなに多様なのに陥る症例は非常によく似ていて、少なくとも社会的なコミュニケーションに障害があると。で言語については非常に高いものとそうじゃないものがあると、知能についても非常に高いものとそうじゃないものがあるわけですけど、要するにあのニューラルネットの例でいうとローカルミニマンみたいなところに陥って出てこれないわけだよね。それがあのつまり発達の正常な発達のトラジェクトに戻すのが非常に困難である。なんでね、で小脳異常説もあれば聴覚および多感覚統合の異常説もあれば、どれもこれも一理あるわけで、どれもこれも 10% か 15% の症例しか説明できないわけ。なんでそんなことが起こったかということを考えるときに、来歴というものを、つまり来歴っていうのはその過去の経験の総体なんだけど、遺伝子を含めたね、その前の世代からの、だから色覚に関して言えばあの遺伝子も含む、視覚異常も含めた、それを含めた初期経験を含む経験の総体なんだけれども、それをまあ水の流れと考えて、例えば盆地みたいなものがあって、いろんなあの尾根筋からいろんな水が流れてるんだけど、陥る池としては同じと、ローカルミニマだから。でそこからあの盆地を越えてみんなが行く大きな流れにはなかなかたどり着かないんで困るわけなんだけど、でそういうふうに考えるとついつまがうでしょ。でそれはまああの自閉症の例を挙げただけだけど、 IQ のパラドックスとか、あるいはニッチコンストラクションに関して環境と、遺伝とにあの身体の環境をどう捉えるかとか、いろんな場面であの来歴っていう概念を使うことによって、心理学のあるいは生物科学の古来のいろんな謎がかなり道筋が見えてきますよっていう話を最近いろんなことでしてて、ロボット学会誌にも書いたし、その前にあの京大 の, あの心の未来センターでポジもやった時に本人もチャプター書いたんですけど、まあ、それをいろいろあの肉付けていく中でクオリアの問題も考えたいなと思ってる。まあまた後であのいろいろ送る。ありますね、ビデオ志望洋さんの。確かに心の、ああそうそうそう、心会議シンポジウム YouTube に上がってる。あ、そうそうそう、これでしょ。
あのね、山際さんとかね、うん、これですね、若いですね。河合敏夫さんとかね、あの臨床心理、ユンク心理学の。そうですね、なんか面白そう。まあ、あのよかったら見てください。はいはい、最近はあれですね、PDF で見るっていうよりは YouTube で見ると。まあ、こういう話、その方が、他の分野の人が入りやすいですよね。そうそう。やっぱ 本とか文章、英語の本だと、まあ、専門家じゃないとなかなか難しい。みんながえげつなくプロジェクトの宣伝をするので、私もさせていただきました。いや、いいですよ、全然。あの、じゃあそろそろ、じゃあ、締めに帰りかかりたいんですけど、でも皆さん、多分、ま、ちょっと下條さんが危ない発言的なこと、自分で規制しながら言ってたけど、多分まあ、カットする必要ないですよね。なんか、特に文句が来たりしたら、対応しますけど、基本、全然大丈夫だと思うんで。で、まあ、多分これもポピュラーになるんじゃないかなと思うんで、このまま上げます、基本としては。どうも2時間ぐらいありがとうございました。だいぶシンポジウムの後のフォローアップの議論としてもだいぶ深まったし、今後どういうことをやろうかなとかっていうことの中の一つの、方向性にもなるんで非常に良かったと思います。ありがとう。岸田さんの iPhone がガタガタ揺れてるけど、まあいいですよね。なんか他に大泉君とか森口さん、なんか言いたかったことあります？感情がどうできるかって実は僕も最近考えてて、それとかもやっぱり色が形成、色のカテゴリー形成されていくのとかもの知見とかも利用、なんていう、参考にしながら考えると何か面白いのかなとか、そういうのは思ってるんで、なんかそういった話もちょっと出てたんで、いろいろ考えてみたいなと 思いましたが、ちょっと、森口さん、いい？はい、また今井先生にまたそのうちお聞きしたいんですけど、例えばバイリンガの人とかモノリンガの人、バイリンガの人とかマルチリンガの人たちがタスクとかやったら、なんかやっぱ言語に聞き方によって異なった結果を出したりするってことはあったりするのかなとか、そういったことってあるんですか？なんか話が長くなりそうなんで、またそういったこともそうそう、今バイリンガル の人のこうなんていうか 年とか習熟の度合いとかにもよると思うんですよ。まあ、どれだけそれを普段使っているかとか、だからバイリンガルってあんまりなんかバイリンガルっていう人のこう個人差がありすぎて、事情がだからあんまなんかこう一般的にバイリンガルってでなんかバイリンガルはこうですって言えないと思うんですけど。うん、まあ、でもそういったものありがとうございます。じゃあ、まあ、またどうもありがとうございました。下條さん、ありがとうございます。いろいろ議論をまとめていただいて、じゃあまたどうもまたの機会にありがとうございました。はい、じゃあどうもお疲れ様でした。ありがとうございます。